We put these smiles into 15 minutes of making sense. So relax with your hosts, Mitani Koki and Shinise Michiko. Docomo Making Sense. This program is brought to you by Docomo. A brand new topic. Docomo Making Sense.皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。そして新年明けましておめでとうございます。じゃあ年明け一発目なんで、うん、めでたい話を。はい。昨年末、うん、うちの母が白内障の手術をしました。なんでそういうさ笑えないことを言うんですか。ウフフじゃないよ。白内障じゃないんですけど、白内障もやったんですけども、うん、もう一個硝子体ってガラスの体と書くね、うん、ものがあるんです。それは何かっていうと、すごいんです。あの目の玉の裏側に貼り付いてるなんかね、ゼリー状のものなんだって、うん、それをそれをね、うん、それがもう年取ってくるとだんだんこう汚くなってくるんで、うん、それがそのせいで目がね霞んだりとかするっていうんで、あ、そう、それを全部一回吸い出すっていうか取り出して、うん、でなんか人工的なものを入れるか、まあ、そのままにしてもなんかこう徐々にまた出てくるらしいんですけども、うんうん、その手術をねして、白目になんかね、うん、穴を3つ開けて、そこから目の裏のものをスッて吸い出すんだって、うん、すごい手術ですよね。よく耐えられましたね。うん、でもだから素人だからよく耐えられたなんて言ってるわけで、うん、プロなんだからあっちとしてはもう当然麻酔はするし、うんうんうん、なんて見えないようにはしてるし、うん、ですよね。まあもちろんそれはだから全然痛くなかった、あ、まあ、ちょこっと痛かったとは言ってましたけど、はあ、あの1時間ぐらいで終わって、でなんかねその機械が入って吸い出すところが見えたっていうふうに言うんですけど、それはなんかみんな夢じゃねえかって言ってましたけどもみんなは言ってないと思います。あんたの一人ごとだと思いますけど、ね、あの親戚のおばもそれは目の裏側は見えないだろうって言ってたけど、でもね見えたって言ってましたよ。感じたでしょうねきっと。でもすごくね、うん、私の知り合いのタレントさんがね、うん、あの高速道路走ってて車で、うん、で気持ちいいから窓開けっぱなしにしてたら、うん、目になんかすごいどん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 ゴミが入ったのか分かんないんだけど、うんうん、翌日あの右目だけが真っ白になっちゃったの、うん、なんか知らないけど、うん、でお医者さんお願いして、うん、それこそ名医が来て、うん、あの見てもらったんだけど、うんうん、白目にやっぱりこの針を刺して、うん、で交際かなんかのところにチクってこう薬をね、うん、やる染み渡されるんだって、うん、私も分かんないんだけど、うん、そうすると毛細血管がどのこうので一気に体中に痛みが走るんだって。超怖い。そのくらいすごい敏感なとこなんだねやっぱりね目って。そうですね、うん、よくできてると思うもんね。分かんないけどなんか一回反対になってるんでしょ 目から。そうですよ、確かに、ね、本当は逆に見えてるんですよね。逆に見えてるのを脳で調整して、うんうんうん、どこっていうんだねあれね。いや僕もよくわかんないですけど、あのいやびっくりしたのは、うん、眼球って僕らが思ってる以上にでかいんですよね。あ、そうなの、うん、どれくらいだと思ってます？ピンポンボールぐらい。全然ですよ。リンゴぐらい、リンゴぐらいある。お母様の病状がね違う。そみんな、ね、まあ、リンゴはちょっと大げさ。なんでそうするの。じゃあクラム、うん、あだからあのボールで言うとあれですよ、野球のボールぐらいあるんじゃない。そんなにある。だって骸骨思い出してください、うん、骸骨の目の穴ってでっかいじゃないですか、うん、あそこに入ってるぐらいだから、ピンポン玉だったらポロッと出ちゃうもん。でもさ今あのまぶたの上をかまってるんですけども、触ってるんですけども、うん、どう見たってピンポン状ですね。ごめんねみたいなことを疑うわけじゃないけど、それか形が。僕のことを疑って何回恥をかいて困ってるんですか。イルカとね、わしとタカですね、トビウオと。わかった、眼球が丸くないんだ。だからあの用なしみたいな感じになってんじゃない。だから上が、うん、あの上半身みたいになってるね、なしのね、うん、その奥に巨大な下半身があるわけですよ。目の下半身がだから本当かなって何やったよあんたの話はよ。いやだから模型が置いてあったんですよ眼球の、うんうん、どうなってた。あれが等身大っていうか実物大だとしたら相当でかいなと思ったんですけど、用なしみたいになってた。まあでも確かに先っぽのちょこっとうん、ちょっと膨らんでた。ああそうですか、うん、
それで病院行くと、うん、あの母がこう手術する部屋にこう連れて行かれるわけですよ、うんうん、で僕としては、まあ、本当いやらしい話ですけど、うん、ちょっとやっぱ僕顔出した方がいいんじゃないかな、なんかのためにみたいな、ちょっと思っちゃうわけですよ。みたいに高貴のみたいな、みたいに高貴の母ですよ、はっきり言わないけど言わないけど、でこれちょっとどうせ母もそれを望んでるような感じもするのね、うんうん、母割とそういうタイプの人ですから なんてこと言うんですか、身内の悪口やめてくださいよ1本目の放送で。だからちょっとこれ挨拶に行こうと思って、うん、あの自動扉がなんですけども、ちょっと触るとガーッと開くやつ、うん、ちょっと触ってみたらブーンと開いたら、いきなり向こうにいっぱい人がいたわけですよ。これから手術するぞみたいな、で僕見てねーってナースの方が笑い出しちゃって、うん、で、あ、すいません、あのちょっと触ったら開いちゃったんですけどって言ったら、開けようと思って触ったでしょ、開けようと思って触ったでしょあんた、そんなフレンドリーなあれイメージ初対面なんです。初対面も何も今開いた瞬間にあったのに、いや爆笑、うん、爆笑ですよ。はー、気さくのことですね、随分、うん、でよろしくお願いしますって言ったら、うん、本当は見ていきたいんでしょ、本当は立ち会いたいんでしょ、年上の方、まあマスクされてたからどれくらいかわからないんですけど、もうなんだろう、あの熟練したものを感じますね人間のっていうか、あのいい意味で、うん、脳緊張感な感じが逆に安心したんですけども、そうですね、うん、あ、やっぱこの方たちにとっては本当に日常なんだなっていう、うん、そうですね、うん、で見たの、いや見なかった、さすがに、そりゃそうだよね、うん、何か作品が生まれるとも思えないし、あとまあ落ち込む、いや正直母の目玉に言わなくていい、手術中って言えばいいですよやっぱちょっと手術でね、いけないみたいですね、あのそうだよね、手術見ちゃダメだって前も言われたし、当たり前だよね、だって変な菌がね、うん、一般の人入っちゃダメみたいですよ、わっみたいなことされたらね、うん、出産はいいのかな、出産のさ、あれさ、こんなこと言うのもあれですけど、時々そう、あの見せたがる人いるでしょ、なんか神秘がどのことあれ、なんなんどういうことですか、なんかだからそういう神秘を、うん、あの見せたいっていう、見せたがる人いるの、ちょっとみんな来てっていうこと、女優さんでさ公開出産した人はいるわ、うん、なんかそういうようなヌードを出す人はいるわ、あの妊婦ヌードみたいの、そう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 、うん、とかさ、そのそっと産んでくれって言いたい時あるねご主人に立ち会ってもらうっていうのはどうなんですか、私それも嫌だったから、うん、あのあっち行ってくれって言ったんだけど、うん、言う前にすいませんちょっと休暇が入りましたねドンって言って邪魔にされました。ところでですね、はい、ギャラクシータブで検索したんですけども、うん、眼球の大きさは23ミリから24ミリ、大きさはピンポン玉くらいとのことでした。私清水美智子からお詫びいたします。まあでも言い訳になりますけど、なりますよ、ピンポン玉だって大中小あるからね、ないですよ、ないです、ピンポンはないですはい、そうマイナスになっちゃうの、いやだってこの時代にでしょ、うちの祖父は、うん、みんなが戦死なさってる時に蜂に刺されて死んだんだけど、うん、なんていうか、笑っちゃいけないけど、そうなんですよ、笑っちゃいけないものがなんかあるじゃないですか、うん、でも天ぷらでも贅沢ですからね、当時の天ぷらですよね、そうでしょうね、うんうん、いいもの、あっちからやってきた、ね、うんうん、ものですよね、天ぷらですよね、うん、じゃあ、三代将軍家光、さっきおっしゃったよく知ってましたね家光、そうですよ、あなたのドラマに出てきましたからね最後、うん、ん違うか、何一番最後出てこなかった家光ってのが大河ドラマ、うん、大河ドラマ出てきたよ最後の方、最後の方、最後の方、吉野部でしょ、あ吉野部だ、15代ですよまだ200年以上あります、間吉野部、あの間にルックスのいい人ね、13人います、そうそう、続いたね、また次家康っていうか亡くなるのは何でなの、あのいやうちが仕切りますからみたいになっちゃうってことどういうことですか、もうすっごいバカバカ出して恥ずかしいうちが仕切るだから続いたって言うじゃん、うん、まあだから家康の息子ですよ秀忠は、だから人間ってずどん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 続いていくもんじゃありませんか、うん、なのにでもね、あの家光の息子、あの四代将軍家綱なんですけど、いいことをおっしゃった、うんうん、家綱は、うん、死んじゃって、で子供が後継ぐんじゃなくて、あの義理の弟が継ぐわけです、うんうんうん、綱吉、はいはい、これ綱吉、うん、はい、はい、綱吉で
パッと一句言わなくていいから浮かぶものなんですか。わかりました。はい、どうぞ。あれです、お犬様当たり犬久保。なんでかっていうと、うん、綱がよしっていうふうに覚えました昔。はい、清水美智子でございます。カロカロ犬を繋いでる綱ってことですか。そうです、そうです。それで覚えやすかったよしよし、ね、よしよし綱よし。じゃあ覚えやすいです。家綱の前、綱吉の前が家綱ですから、綱がりね。家光、家綱、綱吉ですよ。はい、どうですか。どうですかっていうか、まあまあ覚え方ですね。いいと思います。で、綱吉はね、はい、意外に背がちっちゃかったらしい。意外っていうの、まあ想像もしたくなかったですけど、まあ、でかいイメージあるでしょ。いや、ちょっとなかったです。すごいちっちゃかったらしい。すいませんけど、徳川家ってはみんな小柄なイメージがありますね。みんな座ってるイメージがありますね。あそう、みんな絶対絵が座ってるからね。立ってる絵がないだけで、ずっと座ってたわけじゃないです。あ、そうなんですか。はい、次。家信。家信。はい。この人ね、ずっとね、下積みが長かったんですよ。これずっとやってくの最後まで。15代もできますよ。じゃあちょっと巻いてくださいよ。それで将軍になったと思ったらすぐ死んじゃった。あ、そういう代の人もいたんだ、はい、次は家継ぐ。家を継ぐんだね。そう、これつなぎってよく言ったもんでね。本当だね。だからその先代が 早めだったので、でこ子供の時に死んじゃったんです。本当家継ぐが、家継ぐ、じゃあ継いでないんだ。あっという間に死んじゃった。じゃあ継がないと覚えておこうかね。継いだの。継いだけど、継いだけどちょっとしか継がない。ちょっとしか。その後が吉宗ですよ。吉宗継いきた。あ、有名だ。そう、暴れん坊将軍ですよ。そうなの。へえ、暴れん坊なんだ。いやいや、だから暴れん坊で一言で片付けることはできないけど、片付けてないけど、でも性格的にそうなんだ。まあだから今までちょっと下火になってるじゃないですか。すぐ死んじゃったりとか。うん、うん、みんな ね。で吉宗でガーッと上がってくるわけですよ。中高の。これは面白い。じゃあその続きはまた明日。本当ですか。もう一回いいの。もちろんです。皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。はい、大変なね、別に放送事故ではないんですけども、あなたの思いつきによって、放送事故じゃないよ。あ、そうですかね。じゃあお詫びは別にいらないですかね。徳川家の話事故だと思ってたんですか。ちょっとした事故だと私は思ってたんですけど、被害届出そう。徳川十五代勉強になったなっていうのがあって、それつながりで歴代総理大臣、日本のね。そうです。すごくいるんでびっくりしました。頭から言っていきましょうか。お願いします。伊藤博文、よし。黒田清隆、はい。山形有朋、私は官兵がありますからね。松方正義、伊藤博文、そう。松方正義、伊藤博文、そんな大隈重信、そうです。山形有朋、はい。伊藤博文、桂太郎、はい、西園寺金持ち。ちょっと待ってください。西園寺金持ちってすごいいい名前だね。そうですよ。西園寺さんはね、はい、今奥下さん出身ですけどね。西園寺ね、君？金持ち。金持ちっていうの？うん。公に臨むとか言って。そうですよ。金持ち。ちょっと顔はね、大滝秀治さんそっくりなんですよね。あ、本当。大滝さんもやったんじゃないかな。役を。うん。桂太郎はまたちょっとなんていうの、芸人っぽい名前ですね。その前桂一門じゃないですか、ね、桂一門じゃないんだ。桂太郎でございますどうもみたいな感じがしますけども、西園寺金持ち、金持ち、はい、これ桂西園寺は交代交代にあるわけですよ。本当だ。桂西園寺、桂西園寺、本当だ、桂太郎、これなんで僕覚えてるかっていうと、頭の頭文字をずっと覚えさせられて高校時代に、とか自分で覚えたんですけど、あれですよね。後半、大平からもう覚える気なくなったって言ってたじゃん。違うんです。だから、イクヤマイマイ、親イカサカサ、カサオテハタカヤ、キカワタハワイ、サコヒアコヒ、アヨコトコス、ヒシオカアヨハイキ、イサタミフオ、なんですよ。僕の。事故ではないんですよ。僕の知識は、だから、その時代が大竹、あ、じゃない、大平さんだったんで、大平さんが最も新しい総理大臣だったんですよ。だから、それ以降は僕は覚えてないっていうことだから、それを新しくだから清水さんに教えてほしいという、この大平以降難しいのは、はい、阿行とハヒフヘホがすごく多いってことだね。どういうわけなんですかこれ。大平、鈴木、中曽根、竹下、竹下、宇野海部、宮沢、細川、羽田、村山、橋本、小渕、森、
小泉、安倍、福田、麻生、鳩山、菅、野田。そっか、派行が多いんだね。そうですね。頭、頭文字ずっと言うと何になりますか。オスナ、タウカミ、ホハムハオモコ、アフワハカノ。覚えられないね。そうですね。覚えなくていいって言ってんのかな。脳みそがどっかでね。脳みそが。うん、もう覚えてもしょうがないんじゃないっていうふうに。いかんですね、この最後のこの野田さんって人、うん、長くやってくれないですかね、やっぱりね。なんかちょっと野田さんが総理になった時ってちょっとワクワクしたんですけどね、うん、ちょっとあのお母さんみたいなお顔を出したからかなお母様、お母様みたいな、お母様みたいな感じだからね。なんよくわかんないですね。あのまつげがとにかくくるんとしてんじゃ ん、 かいいん。だからなんかあのあんまりあんまり言っちゃダメだよみたいな人って顔なのかな。あでも人って顔なんですよ。あそう。あの感じる。この間ね、うん、あの年末に朝日新聞のエッセイにも書いたんですけど、うん、厳密に言うと人って顔じゃないって話になっちゃうんだけど、うん、バッハね、うん、がね、もう全然バッハのこと知らなくて、うん、まあ、あの顔のイメージで大嫌いだったんですよ、うん、なんか音楽家っぽくないじゃないですか、ね、やっぱシューマンとかショパンとか、あとベートーベンもすごい天才肌だし、バッハって音楽家っぽい顔じゃなかったっけ、あっちの肖像画のイメージ。なんかね、僕のイメージは大地主とか金で全て解決するみたいな、なんかじゃあ悪役っぽいっていう短絡的なちょっとひげも濃いんですよ。ああちょっと絶倫な感じもするし、新陳代謝も悪いし、うんうん、どうもなんかね、好きじゃなかったんですけど、初めてバッハの曲をこの間聞いたんですけど、うん、CD で意外に繊細で、音楽の知ですよあなた。そうなんですよ。意外にってなんですか。そうですよ。あの人顔で損してるなっていうふうにすごい思ったの。そんなこと言われたらバッハ家もすっごいびっくりしてんじゃないの。顔悪かったんだってよっつってで。ヘンデルが音楽の母って言われてるじゃないですか。ヘンベルでしたっけ。ヘンデル。ヘンデルでしたっけ。ヘンデルが母って言われてるの、うん、知らん。別にね、あの女性でもないのになんで母なんだろう。ちょっと女性的なんですよ顔が。ひどくない。だって三谷さんだって、うん、あのあいつは演劇の母だからな、工藤が父だからね、演劇のみたいなこと言われた軽く言われたらすごい嫌だよね。野田があの お父さんで600年後ぐらいにね、うん、言われたらすごいショックですけどね。母なんで母になっちゃったんだよしかもね、バッハは亡くなる時にもっと光るよ。じゃあそれはゲーテです。そうか。でもそれすごく惜しいんだけど、目の病気で死んじゃうんですよ、うん、まあそれが原因かどうか分かんないけど、それ一説ではね、うん、でそれを手術した人がいて、その先生が、うん、で失敗しちゃうんですよ手術に、うん、で亡くなっちゃうんだけど、ヘンデルも同じ先生にかかって、うん、で手術失敗してるんですよ。本当。じゃあなんかマイケル・ジャクソン的なマイケル・ジャクソン問題的なね、うんうん、ジョン・テイラーっていう段階なんです。なんでそこまで知ってんの。ちょっと調べたらね、そうだってなんかすごい そこにドラマを感じるんですけど、でもね、その眼科医が本当になんか札付きのやつで、あ、そうで、なんかね、プロイセンっていう国があって、そこではもう出入り禁止になってて、でお前あの今度うちの敷地の中で目の手術したらお前縛り首だぞって言われるぐらい本当もう医者だったんだって。あれそういう言葉ってないね。なんていうの、あのあいつ下手だからっつってヤブ医者って言葉あるけど、うんうん、悪い手術マニアみたいな言い方ってあんまないね。今度手術してみろよみたいな。本当それ半分犯罪だからね、あんたが実験材料にされたらっていう怖い話ですけど。怖いよ本当、シャレにならない。その話を僕あの朝日でね、うん、ちょっとエッセイに書いたら、うん、ちょうどあの母が手術する前の日だったんですよ。で母がそれを読んですごい怒って、私が目の手術する前の日なんてこの書くんだってあの怒りの電話がかかってきましたけど。でもお母さんの手術に合わせて、うん、なんていうの、こういう話もありますねっていう子供としてのサービスじゃないの。全然考えもしなかったんですけどだからでも今見た、本当だ、バッハってちょっと悪徳なかもしれない。装束画が多分そうなんですよね、あんまりよろしくなかったんだ、うん。
で、ヘンデルはちょっとね、確かにね、女性的なんですよ。それこそまつげパッチリしてて。だから母のひどいね、野田総理もかわいそうだね。うん、日本のヘンデルって言われてるもんね。全く呼ばれてないですか。すごい遠回りですけどね。Yeah, watch out what you call people. Well, one thing I'm wondering, how did Mr. Mitani make it to the age of 50 without ever hearing Bach? A sense of beauty. A sense of wonder. A sense of humor. This is Docomo Making Sense.皆さんこんばんは、清水美智子です。三谷幸喜です。今週はですね、うん、なんと、はい、私たちの放送作家の松岡さんが、うん、そろそろ話題が途切れる頃だろうと。いうことでそろそろっていうのはね、これあの言っちゃっていいんですか。いいですよ、もちろん。あのいっぺんに撮ってて、そう、撮ってる。で、年末はもっと撮らなきゃいけない、うん、のでちょっと喋ることねえよっていうところなんですが、もう散々喋ったと。だけど帰ってそのゼロからの出発点で、うん、私たちの力量がここで出るからね、うんうん、で、松岡さんが考えてくれたのはちょっとトランプ状になってるんですけども、はい、このトランプの裏に話題の何かが書いてある、うん、これだからいわゆるサイコロトークの発展系ですね。そうですね、うん、ですから上から何番目がいい。11番目。じゃあめんどくさいので一番上ですね。行きつけのお店、チャララッタワワワワ。もう絶対これについて語んなきゃいけないんですよね。そうですよ、もうカメラ回りましたよ。ありました、清水さん、はい、こんにちは、清水美智子です。こんばんは、三谷です。三谷さん、行きつけのお店っていうのはないな。私は本屋さんが好きなんですよね。そういうのはあるんですか。ご飯屋さんとかじゃなくてね。あの逆質問なしにしません。どういうことですか。何回も言ってましたけど、言ってますけども、はい、必ずうちの旦那さんもそうなんですけど、うん、一つクイズとか出すと質問するんだよね、うんうん、それってこういうことみたいなのに、それなし、うん、行きつけのお店って言ったら別に本屋さんでもいいし、いいに決まってんじゃん、うん、何でもいいに決まってんじゃん。じゃあ動物園は入るの。入りますよ、それで話せるならね、面白いことがいるならね。面白くなきゃいけないんですね。面白くなきゃ。なんでかっていうと、多分自分のテリトリーになりたいし、うん、あのもうここに行けばあの売り場があるっていうのが、うん、あるのが嬉しいんですよね、うん、だから私はもう本当に伊勢丹が大好き大好きでしょうがなくて、うん、今年の伊勢丹のデザイナーが作ったバッグとかポスターとか、うん、あのちっちゃいぬいぐるみとか、うん、それも欲しいくらいなんですよ。バッグだけは買いましたけど、僕全然わかんないんですけど、伊勢丹のデザイナーっていうのがいるの。その季節によって、ね、秋はこの人で行こうとか。小田急のデザイナーもいるの。知らないですよ、小田急とかは。私あんまり行ったことないんですよ。伊勢丹にはいるんだ。伊勢丹には清水美智子がいますよ。デザイナーです。その前に私が。あ、そうですか。伊勢丹楽しい、なんでこんなに好きなんだろう。デパートに寄せるでも思いってさ、ちっちゃい頃あったでしょ、うん、なんか僕ね、性格的にデパートがダメなんですよ。そんなわけないよ、だってもうね、あのある友達の話ですけど、うん、年に1回夫婦のちゃんとしたね洋服を着てピシッとね、うんうん、あの伊勢丹で写真撮ってもらう、それをずっと送ってきた夫婦がいましたからね。なんでこの夫婦って伊勢丹好きなのかなと。僕らのこと。伊勢丹の地下に、地下っていうかちょっとあの別館みたいなとこだ、別館みたいなところの3階ぐらいあるんですよね。あれが超楽しかったですね。あの写真屋さんがね。そうそう、それでその話ですか。その話じゃないんですけど。喧嘩調はやめてください。毎年撮ってました。あれ今年ないじゃんって続いて、そうですね、あれは 4,5 年目のことでした。いやいや、そんなことないですよ、毎年撮ってましたよ。あ、そうかそうか、ギリギリまで。あ、そう、うん、去年今年撮ってないか。これでもね、これだけ撮り続けるってのもいいけどね。あ、分かる。でも、うん、あっちが嫌なんじゃないの。じゃあ僕だけ。寂しいね。必ずこの漫談にも去年で終わりだって言ったじゃないですか。すみません、封印でした。とりあえずだから私の好きな行きつけの店は、伊勢丹の何がいいんですか。
ね、多分私伊勢丹が私のこと好きだと思うの。なんでかっていうと、行ってみるとこれでしょみたいなやつが、そうこれっていう、バイヤーと気が合うのかな。だから見つけてくる人が上手っていうか、そうなんですよっていう色であり物であり、それが揃ってるんだよね。僕はね、あのデパート自体が本当に苦手で、本当にあの物が多すぎて、そう、うん、なんかもういっぱいいっぱいになっちゃうんですよ。あ、自分でこうなんていうの、自分のあれに置けないんだ。分かんないけど走らざるを得ない感じになっちゃうんですよ。なんか落ち着いて落ち着いて、まだまだまあまあまあ落ち着いて。だからじゃあ地元のおもちゃ屋さんだったらできるね。だったら大丈夫。本屋さんが、うん、僕あの好きな本屋さんはあの純駆動、渋谷の純駆動なんですけど、あそこの、あそこの東急の本店の上の方にある、うんうん、すごい広いじゃないですか。はい、でこの間行ったんですけど、あんまり広くて、しかもね閉店10分前ぐらいだったんですよ。うん、そしたらもうなんかいっぱいいっぱいになっちゃって、もう焦っちゃって、わかるわかる、うん、もう一人走り回ってるんですよ。だって本読んでる人がいるとあそこ座れるじゃないですか。うんうん、もう10分前なのに普通にこう読んでる人とかいて、でも10分前って言っても蛍の光がかかってるわけじゃないよね。じゃないけど蛍の光が確かに焦るよ。嫌な汗が、早く出なきゃってなるでしょ。あれもだって追い出すための曲だもんね。そう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 、心理的にね、うん、もう僕はでも心の中でもう流れてるわけですよ。もう10分前だってことで、うん、でも走って、うん、で目的の方も見つかんないし焦ってるから、うん、あ、ない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 とかって言って、あっち行ってみようとかってポンと走って、で結局なくて、でバーッと走って出てったんですけど、みんな見てるわけですよ。この人何は一人焦ってんだろうって。ほんと一人で走って、それに近いものを感じるんですよ。デパートってことでもう焦っちゃって物が多すぎるから、だから、ね、苦手なんですよね。何なんだろうねそれ。昔あの私この話嘘だろうなと思うんだけど、うん、本当にあのダメなロバに、うん、美味しい餌を左右両方に置いとくの、うん、そうすると迷いに迷って食べられなくなって死んじゃうって話聞いたんだけど、私もそうだと思うけどね。それが僕ですよ。悲しい話だな。ダバと呼んでいいですか、ダバと。Well, I'm not going to call Mr. Mitani a donkey, even though he is quite stubborn sometimes, but I do understand how he feels about it. 皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。今週はあの、はい、新企画、うん、聞いてる方はあんまり関係ないんですけど、うん、僕らにとってはかなり斬新な展開ですよね、うんうん、でもさ、はい、あのヘンデルの話なんかあるって言ってなかったっけ前、なんか言い残したのだったなって。ヘンデルちょっとそれはヘンデルよ。あ、何が言いたかったかっていうと、あのちょっと私シャレについても少しお礼とか言いなさいよ。笑いとかなんで音楽室にはその肖像が貼ってあったんだろう、飾ってあったんだろうっていうさ、別にあの作品とその作った人の顔って関係ない気がするじゃないですか、うん、僕は好きなんです。僕はあの顔が好きだからずっと見てましたけど、うん、不思議ですよね。なんか音楽って交渉なんだからねっていうのを言いたかったのかな。それは効果あるかもしれないね。そういうあの日本人が人うまくたが作ってるじゃねえぞってことを言いたいのかな。伝えたぞ。彫りが深いしね、みんな。何なんだろうねあれ。でも本当首から上だけってね、うん、本当ショパンとかさ2枚目だしかっこいいなと思ってた。シューマンもショパンはまあそうだろうね、繊細だもん ね本当繊細っていう顔してましたよ。へ、あと絶対痩せてるだろうなと思うな。だってあんなの描く人は ねあれがバッハとショパンが入れ替わってたらびっくりですもんね。私 あなたほどルックスをね気にしてないからよくわかんないけどね、うん、あと肖像をあんまり信じられないっていう脳みそなんですよ私。肖像も信じられないんですか。写真は信じられるけど肖像がってこと。でちょっとすみません、ちょっともうちょっとここを二重にしてもらえますかみたいな風にできるじゃん簡単に。あれしてます、肖像画で言うとナポレオンって、うん、ものすごいせっかちだったんだって、うん、それでいっぱい肖像が残ってるけど、うん、あの人10分以上同じポーズを撮れないからだいたいもう想像で描いてるらしいですよ。あのナポレオンの肖像すぐ出てっちゃうんだって。それだけは信じられる。なんかのやることなすことその我が輩のあれにね、不可能って場所がないとかあんま寝ないとかさ、うん、全体的にせっかちっていうかね。でものすごい食べるの早かったんだって。ほら芸人っぽいもんやることが
どういう芸人の世界ではね、理屈はとにかく食べるのが早いやつは面白いって言われてるのがあるの。そうなんだ。そう。だからこれ面白かったのかな。じゃあ面白いんじゃない。頭の回転良さそうだもんね。あ、そんな感じ。あと新しいもの好きそう、うん、あんまりで長続きしなそう。なんかいろんなこと、うん、なんかね、彼は割と貧乏な家の出身だから、うん、それでこう頑張って、だから豊臣秀吉みたいな感じですよ。あの草履温めたそうそう、草履温めたで、ね、ますよこの野郎、くくられちゃうとちょっとね、秀吉もかわいそう。草履温めたで有名なもっといろんなことしてますけど猿と呼ばれたとか。そうですよ。だからちょっと似てるんですけども、出世型ね、うんうん、だからすごい向上心も強いし、あと食べるの早くて、あと汚いんだって、なんかいっぱいこぼすんだって。ほら、そう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 、せっかちなんだよねきっとね、うん、すごいね、服にシミがついたりとかしてたらしいよ。ほう。それで本も本棚で、うん、自分のこう読んだ本がまた元に戻すのもめんどくさいじゃないですか。だから部屋という部屋に全部本棚があって、うん、そこに同じ本がどの部屋に行っても並んでたんだって。それは割と確かな話。私なんか読まないような気がするんだけど。ナポレオンすごい読書家だったって。へえ、いや勉強家ではあるんだ、うん、まあ本当に読んでたかどうか分かんないですよ。どっち、ただね、めくってただけかもしれないせっかすぎて忙しい一生だねなわけないだろ。うちのおばあちゃんそうだったですよ。すごい読書家だったけどめくってるだけだってマジっすか、それかわいいんだけどすぐ読むやったっけ、うん、ナポレオンでもいいですね。まあ言ったっけ、ナポレオン、なんでナポレオンっていうのかって話しましたっけ。あ、知らない。あ、ボナパルト。そう、普通ボナパルトじゃないですか。あ、本当だね。なんで彼だけ名前で呼んでんだろうっていうっていう、それはだからなんでかっていうとじゃなくて疑問で終わってんだよね、うん、でも多分フランスの人って割とそうなんですね。なんかそういうあれなのかな。例えば三谷幸喜のことを、うん、普通は幸喜っていうふうに海外の人は言うのか。違いますよ、幸喜普通は三谷、ミスター三谷だけど、あ、名字の方と、うんうん、だからリンカーン、リンカーンのことのエイブラハムって言わないじゃないですか。あ、そうか、リンカーンさんっていうじゃないですか、うんうんうん、リンカーン家の三世とかそういうふうに言うから名字の方が大事。ナポレオン・ボナパルトは本来だったらボナパルトって言いそうなんだけど、なんでナポレオンちゃんってみんな言ってるのかなっていう。やっぱりナポ N から P に変わった時の気持ちよさじゃないですかナポ、そこに来たんです。ボナパルトはね、ちょっとやっぱりボナがボナでね、スタートダッシュを遅れると思う。ボナパナポでポンと飛べるじゃん。気持ちいいですもんね。気持ちいいでしょ。いやでもフランス人は割とだから名前で呼ぶのが通例みたいな感じはしますけどね。例えば他にフランス人で有名というとドロン、ドロンって言いますかね、ドロンパみたいで、なんか言わないでしょ。だからアランドロン、まあ、アランか、アランっていうかね、小森のおばちゃんよ、アランちゃんと言わないか。あ、じゃあ小森のおばちゃんが好きなのはジェームス・ディーンだね。まずね、そうだね、ジェームスです。ジェームス、うん、モレシャンさんはフランソワーズ・モレシャン、モレシャン期のフランソワーズ、うん、フランソワーズっていうのはあの子って呼ばれてたのかなあの子フランソワーズ、あ、でもそうとも言えないか。素敵な名前だね、フランソワーズちゃん。いい名前でしょ。うんうんうん。だからそのちょっと不思議は不思議だったんですよ。ナポレオンだけなんでナポレオンなんだろうっていう。ねえねえ、三谷さんってさ、うん、このフランス語の聞いた語感が懐かしいとかそういうことってある？フランス語で？フランス語を聞いた時に何か懐かしい。いや、あんまり感じないですね。イギリス行った時に何か懐かしい。なんかその前世みたいなのが。うんうん、びっくりするようなものに懐かしいと感じると、うん、それに基づいたものである。本当にって聞いたことあるんですけど、ゆうさんはなんかフランス人のなんだっけ感じするね。なんか娼婦だっけ。だっけって知らないよ、その話したことないもん先生が。あー、でもぽいね、なんか言われてそう。貴婦人だけも大きな違いですけど、オーラの泉で言われたの。なんか言われたって言ってたよ。ああ、ぽいね。僕は原田美恵子さんに言われたのはイギリス人の。原田美恵子さん、そんなこともできる人なの？割となんかね、そういう霊的なものすごくなんかね、へえ、お詳しいみたいですよ。あれ、三谷さんって作曲家じゃなかったっけ、イギリスの方の。あ、僕はあれですよ、江原さんに言われたのは、うん、江原さん、江原さんに言われたのは、うん、イタリアのオペラの、うん、オペラブッファっていうコメディのオペラを作ってるエルンストっていう人。なんでエルンストまで覚えてんだ。うん、調べましても、エルンストってどいるのかなと思って。へえ、うん、エルンストって人いなかったけど、似た名前の人はいましたけどね。うんうんうん、うん、私の言われた前世は覚えてる。誰に言われたの。それは誰に言われたんだっけ、あなたの先生はつって、やっぱ占い師の人に言われた、うん、なんだっけ、なんか物だっけ。うん、
踊り子って言われてる。スコットランドの踊り子、うん、ものすごく長生きをした踊り子なんでおかしいんだろうね踊ってたんだあいつ踊ってたんだっていや皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。お元気ですか、三谷さん。ここで参ってもあんま意味ないんですけど、ね、そうなんですよ。ゆっくり行きましょう。素敵なトーク縛りということで、今週はあのお題を放送作家の松坂さんが考えていただいて、今カードあります。これ10枚ぐらいあるんですけども、はい、その中で好きなカードを選んでもらって、はい、そこに書いてあるお題でなんとか、はい、しのぐ、しのぐって言い方も良くないですね。しのぐって言っちゃいましたからね、もうね。トークう上から3番目でお願いします。そこでストップかけます。今前ストップ切ってんだから。はい、3番目ですね、はい、もうだから私ね、手品やってる人の嫌なとこね、なんかね、うん、ストップ言ってくださいとかさ、こだわりすぎるんですよ。これでマジックやりましょうか。いいです、いいです。じゃあ3枚目、はい、だからその顔つきやめたんです。はい、子役、子役、はい、はい、最近の子役はうまいね。何なんですかね、あの知能がどん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 良くなってる感じ、人間の、悔しいことに。昔から思ってたんですけど、はい、その話もしたかもしれないですけど、日本人の子役と、うん、あの海外の子役は全然違うですよね、どういう芝居が。あのやっぱりね、演技 の、 その、うん、基本がなんか違うような気がして、やっぱ外国 の、 あの子役ってすごい自然なんだけど、うん、日本の子役って、うん、そのすごくゆっくり丁寧に喋ろうとするから、うん、すごく不自然な感じだったじゃないですか。あのセリフがちゃんと聞こえるようにみたいな感じ、うんうん、お母さん嫌だよみたいな感じじゃないですか、昔のね、うんうん、お母さん嫌だよ、こんな感じじゃないですか、多分やるとしたら。その今の方が上手ですけどただそれは昔の子役であって、うんうん、今は変わってきたんですよね。そうなの、海外っぽいのは、うん、そうかそうかそうか。つまりさ、あのダンスも、うん、大人もそうかな、なんか知らないけど習ったわけじゃないけど、うん、滑らかじゃん、もう DNA があっちの、そうなんです ね、 ね、あのリズムに乗るってことが。だけど日本人はものすごく努力して初めてリズムに乗れた人類が現れたって感じだったのに、うんうん、今の子供さんはもうヒップホップとかさ、うん、早いのよね、飲み込みとかが、うん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 、だからちょっとその遺伝子レベルでちょっと変わってきたんだろうななんて思うんだけど、ね、まあマナちゃんとかうまいもんね。それでさ、ね、疲労はあんまり出さないじゃんね、顔に。昔の子役さんはさ、あ、この子大変だろうなっていうさ、なんかちょっと出る。あれでもどうなんだろう、芦田愛菜ちゃんも、カメラ止まった瞬間に、あーみたいな風に。協力ピンって来てよ、ちょっと。ずっとらしいから言ってないよ。協力ピンってなんて、飲むわけがないでしょ。リオピン5ってこともあります。リオピン5とか言うな。せめてユンケルで。でもちょっと頑張りすぎな気もしますけどね。まあでも可愛いし面白いし頭いいから。福くんなんかもだってないね、うん、あの清潔感ね。福くん、僕は福くん派なんですけど。私だってそうです。あ、そんなこと言っちゃダメだ、大人なんだから。すいませんみんなそうですよ。彼頑張ってますよね。言っちゃダメ、ね、頑張ってます本当に、うん、頑張ってるし、うん、昔はその頑張ってるっていうのが前面に出てたんだけど、うん、全くね、子供らしさを失わずだもんね、うん、うん、ケンちゃん、宮脇、宮脇さん、そうです、僕と同い年ですよ。あ、本当に、うん、うわ、頑張ってほしいし、ちゃこちゃん、はい、一番最初の子役っていうと松島智子さんに遡ったさすがにちょっと僕知らないですね、松島智子さんが。私も知らないけど、だけどあんみつ姫とかきっとなさってたはずですよ。美空ひばりさんの子役時代の見るとすっごい上手ですよ、あの方。あ、やっぱうまい、うまい、うまい。私なんかそういう見方がもうできなくなっちゃってて、うん、なんか美空ひばりっていうことで頭がいっぱいになっちゃって、うん、うまいも何もなくなっちゃうんだけど、老けてたよね、昔の子供が。老けてましたね。何なんだろうあれ、うん、ちょっとそれってあのみんなもちょっと感じてたんじゃないかな、見てる人も。どう思ってたんですかね、不思議な感じがするなって思ってた、うん、年齢不詳な少女みたいな感じですもんね、うんうん、それであのもともと多分頭がいいとこ持ってきて、うん、子役の子ってやっぱりさ、こうたけてくるじゃん、どうしても、うんうん、大人に接してるから、うんうん、ここで空気読んだ方がいいんだなとか、うんうん、どんどん頭に良くなっていくなって感じがするんだけど、うん、そういうのもあのひばりさんはきっと経て、うん、よっぽど頭が良かったんだろうね、きっとね。かもしれないです ね、うん、そうですね。だから大人っぽいんだろうね、うん、だ大人っぽい子役の方がきっとこうそのままイメージチェンジしなくて大人になれるからいいのかもしれないです ね、うん、そうね。すごい子供らしい子供子役の人って絶対大人になった時にちょっとどっかで一回ね、その矛盾が起こる瞬間が来ますもんね。
今までの人はどうしてきたんだっけ、例えば変声期とかね、うん、だから本当に子役スターで大人になってもスターになった方ってそんなにいらっしゃらないですよね。そうね、風間杜夫さんとかね、あの方あれだったの、子役さん、子役さんだったんです、うん、あなんか感じないね、不思議ね、うん、長戸博之さんとかね、うーん、あの方子役ってイメージ全然ないちょっと笑っちゃいつえでしょ誰だって子供たちは時代はあるんだからね。あと白馬童子の方とかね、山城さん子役だったんですか、山城さん別に子役じゃないでしょ、童子って言ってんだから子役でしょうが、白馬童子って子供じゃないもんだってもう十分大人ですよ何童子はじゃあ名前だけのあれなの、な私見たことないんですけど、さっそうと馬に乗ってきてましたもん子供なのにすごいなじゃないんで失礼しました、かばったつもりが全然邪魔だったまあ海外に目を転じればですよ、だ私がね転じないの、あごめんごめんいいですよ、どうぞどうぞ、私が心配なのは、はい、マナちゃんとかものすごくこう、うん、金の卵ってイメージがあるじゃないですか、うん、それで悪い親が、うん、あんな風になるのよっつって変になんかこうこさえたりしなきゃいいなと思うんです、世間のね他の親がね自分の子供をね、うん、いやマナちゃんはね本当にあの選ばれた人ですよ、だからねあのマナちゃん あのドキュメンタリーのあれって知ってる、もう本当に3つくらいの時にさ、うん、やりたいっつってこの芝居を、うん、あの一人で泣いて一人でこうオケがなんか渡す と、うん、それをなんかに見立てて一人で芝居するんだけど、うん、それさえしてればちょっとニコニコしてるわけ、うん、あれをもう少し流してくれと思うのね、なるほどね、うん、根っこがちょっとこう芝居をしたくてたまらないっていう、マナちゃんって、はい、まあ、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、うん、実はそんなに可愛くないよね、いえ可愛いですよいやだから、だから違う誤解しないでね、だからいいんだと思うんですよ、うんうん、可愛いだルックスじゃなくて、そうそう静止画像で見るとそんな可愛くないけど彼女が引け綺麗一度動いたりとか喋ったりするとフェイドアウトでお届けしました、ありがとうございました、可愛い可愛いよすごいね Yes, yes, hurry. Fade out before Mr. Mitani gets it. Docomo. Making sense. 皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。今週は素敵なトーク縛りウィーク。さようでございます。作家の松岡さんが、はい、私たちに話題のトランプという素敵なのを作ってくれました。はい、全然最初はさ、無理だと思ったんですけども、うん、行きつけのお店も OK、お役でも、なんとか来てますね。来れたんですよ、不思議と。うん、今後もだから、いちいち私もね、こういうことを話そうなんてネタをメモしましたけども、うん、今年はもうそういうことなしにするか。ぶっつけですよ、ぶっつけですよ全部。今あの清水さんカード切ってらっしゃいますけど、さっき出た子役のカードまた戻してますけど、また子役出てくるかもしれないですよ、それでもいいんですね。もちろんですよ、いきますね、うん、入ってた本当に今自分で戻してまして3枚目、上から3枚目、3枚目わーなんか怪しいな、できますよ、はい、読み上げます、はい、90分松岡というサッカーはバカじゃないか90分ね、何がよろしくてこういうあれにしたのかな、90分僕の芝居が90ミニッツという芝居、ミニッツか、はい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 、失礼しました、去年からずっと上演中公演中なんですけども、うん、西村雅彦と近藤芳正の2人芝居ですよ、うん、春子でやって、で1月になって地方を回って、うん、また追加公演で2月に東京に戻ってくるんですけど、あそれが90分ぴったり終わる、うん、でタイトルも90ミニッツっていうでぴったり90分、うん、すごいね、よくそんなことできましたね、可能だったのそんなこと、まあ大体もう自分のこう経験上これぐらいの分量で書くと、うん、大体90分ぐらいになるだろうってのは分かるので、うん、で書いてあとは稽古でこううまく調整してったんですけど、なんかこういうね芝居の観客の心理学みたいなやつで、40分経つとどんなやつやってもちょっと飽きるっていうのを聞いたことあるんですけど、40分後最初の波が40分ぐらいに来ますね、最初はだからすんごいつまんなくしても大丈夫なんだってね、緊張してるから、そうそうそう、で40分後に退屈なやつやるともう絶対やれるってね、ああでもそれは確かにそうですね、そうだから初っ端なって、うん、まあ食いつきが大事だっていうのも確かにあるんですけども、そうそうそう、逆にこうすごいスローで入ってっても、あと、うん、
話し家さんとかもなんかおっしゃってますけど、うん、わざと最初ボソボソボソって喋って、うん、ちっちゃい声でもみんなこう耳をそば立てる、うん、えなんだっ て, そうそうそうっていう作戦もありますからね、うん、でも40分過ぎるとダメだからね40分過ぎると40分ボソ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 やってられてもちょっと途中で帰りたくなりますけど結婚式も多分そうだもんね最初はとにかく みんな緊張してるから、うんおぼそかに始まって、うん、あとはちょっと静かにしてくださいくらいにだんだんねそうなんですよねだらだらして40分を超えるとまたね違うんですけどだから90分僕の芝居では一番短いんですけどもいいですねなんかこう締まる締まるし気持ちがね見終わってで今回結構内容がディープな話なので、うん、割とこう、うん、見終わるとどっと疲れる感じのお芝居なんですけどコメディじゃないからすごいね新しいことに挑戦するね笑いなし音楽なし、暗転なし転換なし舞台転換なしすごい転換なしは好きですけど音楽なし笑いなしってちょっと三谷さんらしくないねよく挑戦しましたねそれだけなんかちょっとこう自分のそのある種の武器みたいなものを一回取っ払って清水さんにとってのまああのモノマネとかもう取っ払って全部取っ払って清水さんの一人芝居どれだけお客さん引き付けられるかっていううわーよかった行かなくて待ってください待ってくださいお客さん待ってください引っ張るのやめてよでもねやっぱりすごく皆さんちゃんと見てくださるし、うん、なんかやっぱり僕の芝居だっていうんでちょっと笑いを期待してくる方もいらっしゃって逆にだからすごいちっちゃなことでもこう笑いが起こるんですよそれは不思議な現象だった皆さんやっぱり笑いに飢えてるっていうか笑いたいと思ってるから普通だったら普通のコメディだったら絶対笑わないのとこでも逆にそこでちょっとね皆さん笑ったりとかしてちょっとやっぱりなんかあれなんだろうね肩の荷を下ろしたいんだろうねきっとね、まあ、ずっと張り詰めた話なんでうーんあえて僕90分だったらいけるかなと思ったんですけども、うんうん、やっぱ皆さん息抜きが欲しいみたいでそれはなんか勉強になったし八木亜希子さんがこの間見に来てくださって、うん、ダメ出しっていうか感想を電話でいただいたんですけども、うん始まって15分から30分の間にあと笑いが3つあるといいですねっていうなかなか何者なんだあいつは厳しいというかなすごいねなんか、うん、あんまり理路整然に言われるとそうなのかなって思っちゃうねどうしたんですか入れるんですか入れませんよなんでいらないんですかもう幕開いたものは変えないっていうのがあそうなんだだってやっぱ初日見た人とね後半見た人と見たものが違うのはちょっと失礼な違ってくるよ芝居なんかそうまあ、まあ、同じものやるのは 無理だとしても、うんうん、基本的には同じものをやっぱりすごいねと最近思うんですよねだから始まる前にっていうか初日迎える前に、うん、もうやれることは全部やっとくっていう、うんうん、そのためにプレビュー公演みたいなのもやるんですけど、うんうん、お客さん入れて、うんうん、で反応を見てそこで全部作ってであとはもう変えないっていう、 うーんなんか今そういうやり方をしてますねへえすごいねうーんじゃあまあ40分超えしてもまあ大丈夫そうな、うん、ただお客さんでちょっと嬉しいなと思うのは、うん90分はもう絶対90分経ったら、うんうん、なんていうの終わるんだっていうのって、うん、私なんかやっぱりせっかちですので、うん、いつ終わるんだろう怖いっていう時があるのねたまにね、うん、それは全然ないですよねそうですね、うんうん、清水さん向きかもしれないそうですね、うんうんうん、近藤義正さんが、うん、本当になんていうかこうなんていうか嫌われ役っていうか嫌な役をやってるんですけどももう見た人全てが近藤義正を嫌いになるよっぽどですね八木さんはもう蹴り倒してやりたくなったへえ。それはまあ近藤さんが上手いからそういう風になってるんだと思うんだけどあそうですね、うん、人ってだって言ったってちょっと好かれたいですからね、うん、人前に立ってそうなんですよすごいですよ近藤さんすごいねプロだね、うん、もうみんな大嫌いだ近藤さんそのお前のせいでなこの続きはまた明日That's some pretty good acting when everybody forgets you. 皆さんこんばんは、清水美智子です。三谷幸喜です。今週は、はい、素敵なトーク縛りウィーク。うん、ね、昨日90分の話でお芝居の話になってきたじゃん。はい、で光浦靖子さんが私も好きだね。うん、お芝居に出てて、うん、その時に自分はとにかく上手いって思われないようにもう淡々とね、うん、やろうと思って、うん、で私も見ててさ。うまいって思われようっていうコメディアンタイプの人ってすごく多いんだけど、うん、そういう変な欲がなくて、うん、すごくまあ光浦さんにも向いてる役だったんだけど、うんうん、すごい良かったって言って褒めたね、うんうん、で光浦さんまあ他の話もいろいろしたんだけど光浦さんはなんかこういうこと言ってましたよ
ドラマで、うん、あこの人は長く使われるはずだって思うのは、うん、決して、うん、あの あなたのお芝居見ましたよとか昨日のあれ面白かったとか、うん、横にこうつながりが上手な人っていうよりも、うん、なんか自分の独特の世界観を持って、うん、なんかいろんなものを凌駕するような魅力の人が持つんであって、うん、演技力とかそういうもんじゃないと思った、うん、で、うん、視聴者は意外とそういうものを見抜くぞって思った、うん、だからあんまりあれですね、私は空気が大事だって思ってたんですけど、ドラマとかは、うん、そうじゃないんだね、もっとこう自分としての確かなもの、うん、ものがあると、まあ、だから技術じゃないという、うん、そう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 、意外と視聴者ってその技術なんかそんなに求めてなくて、舞台はもう確かにそうですね、あの、もちろん技術は必要ですけども、うん、塚浩平さんがおっしゃってたみたいに、うん、技術で持つのは最初の15分だと、へあとはお前の人間性だよ、何言ってんのこれ塚さんのモノマネじゃないです人間性だよって、人間性だと、あそうだってね、でもそれはやってて思います、特に舞台って全身が見えちゃうから、うん、もうその人の全てが見えるから、やっぱりその人自体がこうなんていうの、人を引きつける魅力がなければ、うん、ダメなんだ、どんなに技術持ってたって、ちょっと橋を折るようですけども、橋を折るっていうのかな、腰を折る、腰を折る全体全身から出てるわけじゃないですよ、顔から出てない、だからテレビでバレるのって顔、人間って顔だけに出るのかなと思ったんだけど、やっぱ全身体から背中から感じる、いや本当の話、足とか足、あの佇まいじゃないですか、佇まいはそれは芝居の人はね、うん、下に体重を置いて重心のかけ方もありますけど、重心もあるし、やっぱね、まだね技術でごまかせる部分もあると思うんです、顔だけとか、やっぱ生身の姿さらすわけですから、うん、それも本当に技術じゃないし、もしかしたらものすごい技術持ってれば、うん、全部それをね、それこそ凌駕ができるかもしれないけど、うん、それは生身のことじゃないですよ、ね、よっぽど大変な、もう本当にすごい技術持ってないとできない、うん、それさ、これの技術っていうのか分かんないんだけど、100人ぐらいの人の前で、あるいは1000人か、何かを演じるってすごい不自然じゃん、うん、本当はおかしいじゃん日常、そうよく言いました、そこで平気な顔できるってことは技術じゃなくて、これ何が必要なの、はい、技術だねそれは技術ですよ、バキャラぐらいねえんじゃないだってそれは技術だって、人が書いたセリフをあたかも自分が今思いついたように言わなきゃいけないなんて、そんな不自然なことはないわけ で舞台で言うと、その本当は迎えて喋んなきゃいけないのをちょっとこう、ね、客席にかけて言うんだけども、うんうん、相手にかかってるようにやる、見える、うんうん、そんなのは技術ですよ、うん、私はだからその技術じゃなくて、なんていうのかな、人前っていう緊張感を取るのに、うんうん、本当は大事なのはメンタルトレーニングじゃねえかと思ったの、あの、まあ、芝居のっていうよりは、それは自分を 100% 出すっていうこと、100っていうよりはゼロになる、本当に芝居のことだけで、うんうん、それで清水美智子をやってるんですけど、今はシンデレラであります、うん、じゃなくて、うん、本当にだってシンデレラだから、大竹しのぶさんみたいにね、そう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 、うん、それは技術だね、それ技術、うん、それも学ぶの、どうやって学ぶの、自分で、まあ自分でですね、経験です、ダメだみたいに、みたいに研究所結局技術ですよ、だから違う、だから分かってきた、でも大竹さんにね、うん、自分のラジオ番組でお目にかかったんだけど、うん、やっぱりドラマとか、うん、あれなんですよね大竹さん、思い込みで情熱だけでやっちゃいけないんですねって言ったの、うんうん、そしたらやっぱりそうだって言ってた、その集中力と、うん、あと自分をこう規制する力っていうかさ、もちろんそうですよそれは技術ですね、技術ですよ、だって役になりきって喋んなきゃいけないじゃないですか、ね、なのに、うん、その例えばドラマだと特にそうですけど、立ち位置とかね、うん、バミリとかね、そうですよ、ちょっとでもずれたらもう取り直しなわけで、それをきちんと守りながらリハーサルと同じことをしながら、しかも気持ちを込めて人になりきるなんて、ね、そんなものすごい技術なきゃできないよね、そうだよね、だからそこでものすごく感情 100% になると逆にできないんだよね、でだってひどい話さ、あなたが好きだからみたいな写真、うん、セリフも、うん、こんななんか人の手の拳見なきゃいけないんだもんね、そうですよ、ここを見せて思うそれができないとね、人の拳見て相手だと思ってやんなきゃいけないなんてすごいことですよここに顔も描いてくれないからね、
逆に拳に顔かかる人できないと思うんですよ。バカすんなってことになるのかな。あとそれと思ったのは、この間あのガキの使いを見てと思ったんですけど、うん、あの七変化ってあるじゃないですか、はあはあ、あれで中川家の、大きい方は弟さんです。レイジさんが出てらっしゃったんだけど、面白そう。いや面白いと思うでしょ、うん、ですごいやっぱお芝居上手だし、うん、もういろんなキャラクターになって、うん、すごい上手いし、もうアドリブもバンバン出てくるし、うん、役になりきるし、ものすごい面白いんだけども、そんなに面白くないんですよ。何それ。あのもっと中川さんのあの方の面白いものたくさん僕は見てきてる気がするんだけど、それよりは面白くなかったのね。技術はすごいあったけど、うん、あれは何なんだろう、メンタルですかねっていう気がした。だからやっぱメンタルなんだね。返してくれる何かを私のちょっと素敵なトーク縛りないんですか。です、ね、今日はすいません。じゃあまた次回。やりたかったな。Well, after listening to that conversation, you all know now that Mr. Mitani is, above all, a technician. No two ways about it. Mi-chan would love it. 皆さんこんばんは、清水美智子です。皆さんこんばんは、三谷幸喜です。三谷先生、大活躍じゃないですか、はい、このところ。そうでもないけどね。私はね、紅白しか見てないんだけど、うん、なんか他のも、一本出てたとか。一本プラスっていう深夜のやつに、年末呼ばれて、あの、撮ったのはね、年末なんですけど。へー。やりました。どうでした？だって松本人志さん、うん、板尾さん、うん、それからサマーズさん、うん、いい人ばっかりじゃん、うん、で僕ですから、うん、もう完全にアウェーじゃないですか、うん、そうだね、なんとなくどれだけ自分の力が発揮できるかっていうのがね、うん、まあ優勝しましたけどね。え、嘘、すごいね。まあ知ってます、一本プラスって。あ、ごめん、一本は知ってる。一本からちょっとこうスピンオフっていうか、もともとはなんか松本人志さんが考えたゲームで、うんうんうん、そのマージャンみたいなパイがあって、それにいろんな言葉が書いてあって、それをこう2つ組み合わせて面白いフレーズを作る。あのどう面白いかじゃなくて、皆さんが、うん、それをその僕が出したものに対して、いやそれは面白くないよ、いやつまんないよって言うんじゃなくて、その面白さをみんなでこう検討していくみたいな感じなんです。新しい。さすが天才だね、うん、そこが面白いんですよ、だから、うん、企画がね、うん、言葉の面白さよりも、うん、もう無理やり作った言葉のその面白さをみんなで探すっていう。だから別に僕が面白かったわけじゃなくて、皆さんの盛り上げ方が多分面白かったなと思うんですけど、みんなでもあのいい人たちですよね。笑い芸人の人本当いい人多いよね、うん、いじめられるかと思ったけど全然。あれだって何回か出てるんじゃなかったっけ、一本ではなくても。松本さんはだから、ま、か前ダウンタウンのガキの使い以来、うん、あの時もわさびの時さ、笑いの神が、うん、僕割と何回入れていただけるんだっていう。まっちゃんと相性がいいんですよね。まっちゃんって何かね、僕のところに来るんですよね。あと板尾さんもね、ちょっと怖いイメージあったけど、あ、相手はないからね、うん、いいことですよね。いいことだし、うんうん、サマーズさんもいい人だし、うん、見た通りそうだ。僕が何か言ったことで大竹さんが笑うともうすごい嬉しい感じなんですよね。大竹さん笑ってるよ、僕のこと好きなのかなみたいな。いつもそんな心配してね。いや、心通じ合ってるぞみたいな感じがしましたね。うーん、よかったね。しかも優勝っていうところが、ほら年賀状でさ、うん、なんだっけ、ちょっと変な顔して三谷さんが、うん、今年はなんだっけ、今年50周年、去年は50周年感謝祭、生誕祭、
感謝祭。感謝祭。うん、今年は復活祭やります。うんうんうん。年賀状書きましたけど。はい、トゥーマッチと思ってたけど、本当にそんな感じになりましたね。でそれ審査員の人がいて、うん、綾野浩二さん、うん、DJ 大妻さん、さん、うん、と渡辺陽一さん、あのカメラマンで戦場。ああ、はいはいはい。と福沢咲さんっていう方いらっしゃる？福田咲さん。全部。誰も名前がお世話になってるんですね。その方が僕を選んでくださったんですけど。いや、僕それだけお世話になってて、あんた。僕渡辺さん初めてお会いしたんですけど、うんうん、本当にああいう方なんですね。本当にそうなんだよね、うん、多少はサービス精神でやってんだろうと思ったんだけど、うん、違うよね。あと僕あの控え室にいたら、うん、ノックする音があって、コンコンコンなんですよ。コンパン。で開けたらうんまんま。本当にそうなんだよね。ノックも。それでさ、なんかちょっと心を打たれるっていうかさ、喋、うん、ってて、うん、なんか真心があるような感じがする。なんかね、目が澄んでる。うん、そう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 。犬の目をされてますよね。ノーコメントで。犬の目は澄んでますよ。邪心がない感じ。邪心はないでしょ、でも。本当そう思います。いい人だったですね、うんうん、でその方がすごく僕のことを推してくださったんで、へえ、でまあ優勝して、どれどれどんな感じ、真似でやってごらん。できませんよ。へえ、まあそんなことがありました、ね、ありましたね。へえ、すごい、新年からすごいついてるじゃないですか。そうなんですよ。あともう一個はやった、中井雅宏さんと萩本欽一さんと3人で、そうなんだって、ね、今日だって言っちゃった、高田文夫さんがおっしゃってた、見たって、なかなか帰りたそうだったって言ってたけど、大丈夫ですか。僕が帰りたそうだった、多分皮肉を込めて言ったんだと思うんですけど。いやもう萩本さんがもうすごい、なんかもう、まあ、いつもそうなんですけど、エンジンかかって、うんうん、で1時間の番組ですけど2時間半ぐらいずっとお話になられて、なるほど、それはそれは、じゃあまあでもいい話も、いい話ですよ、運の話ですよ。あ、じゃあそれはぜひ明日聞きたいと思います。 Yes, tomorrow it seems our fate will be making sense。 皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。昨日一昨日と萩本欽一さんの番組を出られた、はい、うん、金ちゃんって呼んでほしい。金ちゃんの番組っていうよりは3人、うん、中井さんと三谷さんと3人の特番って感じだったんですけど、まあ、最終的には金ちゃんの番組になってましたね。あら、量がしたって言いますね。へー、やっぱりでもね、萩本さんの話聞くと本当にすごいなと思うんですけど、うんうん、例えば金どこってあったじゃないですか、はいはい、でまあ、金ちゃんのそういう相番組って割とこうお茶の間が、そう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 、うんうん、なぜ和室なのかと、なぜ洋間じゃないのか、うん、で洋間だとお父さんは椅子に座るじゃないですか、ね、うん、だから偉く見えちゃうんですって、うん、で和室だと座布団に座るからちょっと背中、丸くなるじゃないですか。そんなこと考えてたの、なるほど、偉く見えないね、見えない、うん、で萩本さんは自分が役者じゃないので椅子に座ってね、洋間でいいお父さんを演じる自信がなかったので、うん、あえて和室にしてその背中の丸いお父さんっていうのを演じることによってそのほのぼのした空気を醸し出せたという。しかも男の人がそれでちんまりしてると、うん、それだけでも面白いもんね。そうなんですよね。あとその持論でね、うん、その不幸な人をスタッフに入れるっていうのが、うんうん、ホイチョイの馬場さんもそうだし、うん、そういうスタッフの方でそういう方がいらっしゃるらしいんだけど、うん、確かにさ、ちょっと不幸、ちっちゃい頃コンプレックスが強かったとか、うん、貧しかったとか、うん、そういう人って面白いですよね、みんな。まあそうですよね、うん、ただそれ言っちゃうと受刑者で何か番組作ったらすごい面白くなるっていう。いや犯罪じゃなくて、犯罪って自分からじゃん、真面目に言うなよ。私もちっちゃい頃の抗いもないやつが一番味が出ると思う。まあでもそうですね、チャップリンだってね、すごく子供の頃貧乏でね。あ、そうだっけ、うん、なんかマリリン・モンローと昔みんな貧乏だったもん。元も子もないことなんです。みんな貧乏だったんですよ。あれおかしいでしょそれ。でも中井さんが、うん、MC だった中井雅宏さんが、はい、その自分は今まで苦労した経験がないっていう。番組なんじゃん。そうで当たり前じゃないですか。中井の掛け算っていう番組です。今年たまたまだったの。去年はね、うん、V6 の坂本さんと、あと城島さん、うん、東京の城島さんとリーダー3人定談っていうのをやったんだって。うん、それから小室さんと秋元さんと中井さんの3人、すごいね、うん、掛け合わせ面白いですね。流れで僕と
はい、元さんと来てますね、三谷さん今年すごいね、こんなついてる人がいるでしょうか。だから面白かった、まあ、最終的にはもう僕らが萩本さんのお話を伺うということになりましたけどね。ああそうだろうね、でもね聞きたいだろうし、うん、面白かったな。あそれでね、うん、僕があの運の話ですけど、自分の芝居、清水さんご覧になった、うんうん、僕自分の作演出したミュージカルを、ね、香取さん主演で、うん、ニューヨークのオフオフブロードウェイでやった時に、うん、平井堅さんと私と山彦さんと見に行った、うん、でその時にすごい僕はもうこんなに恵まれたことはないと思ってて、うん、だからその夜終わった後みんなでこう、うん、食事行くのにそうそう行かなかったって話をしたんですよ、うんうんうん、でなんで行かなかったかっていうと、もうこれだけ幸せなんだからこれ以上美味しいもの食べちゃいけないような気がするって思って、いつもホテルでなんかテイクアウトのものを食べてたんですけど、うん、やっぱその話をしたら萩本さんは食いついてこられましたね。食いついたって言うな食いついたって言い方よくないかそうだ、確かにそういうことだと。コンサートとか見に行って打たれると食欲ってめっちゃなくなるよね、あれ不思議だね、なんか脳内のこう快感ホルモンがそれはありますよ、もういいもういいみっちゃんみたいになるのが、うんうん、本当あれお腹空いてないじゃんってなる。感動するとお腹空かないですもんね。そうですね、うんうん、それとはちょっと話は違うけどね。絶対そうですよ、ニューヨークのやつだから自分で本当は僕は遠慮するじゃなくて、うん、もう幸せでパッパラパになってもう帰れる僕ちゃんになったんですいやいやお腹は空いてましたって。そうかな、うん、なんか大したことなかったんですね感動だどっちいや萩本さんあとなんだっけな、笑いのね、うん、間の話もされてましたよ。ぜひ教えてください。とにかく鉄則っていうか決まりがあると、その、うん、どうしてそれ今ちょっと前もしかしてあれですか、私ちょっと萩本さんに失礼なことしちゃったことがあるんだけど、うん、あれですか、おでこパッチンの話じゃないですよね、まさか。それ何でしたっけ。もうこれは本当頭殴ったんだっけ。殴ったそういう言い方やめてください萩本さんがすごくやっぱり持論をねお話になられたんですよね、はい、私ねちょっと軽い感じがいいと思ってたから、うんうん、萩本さんがこういうふうにおっしゃったんですよ、うん、最近の僕のところに来る劇団の女性は素晴らしいと、うん、コメディアンです、うん、なんでかっていうと、うん、僕がパンと叩いた時に目をつむらないんだって、そういう練習をしてるんだって、うん、だから遠くから見てもお客さんが、うん、あの子は目をつむっていないんだから、うん、今叩いてもそんなに痛くないんだなってお客さんは思うはず、うん、それが素晴らしい、いい話じゃないですか。なるほどってことは萩本さんはとっくに練習してますね、パンってやってみたそしたらすごいゆっくりさ目をパチクリってやってそれはひどいな、突っ込んじゃダメよねおっしゃってしかもラジオじゃないですか、そのこれですよ本当にその話じゃないけど、あ、うち私ものすごい損してんじゃん、今年ついてないわまあでも今笑いには間があると、うん、教えてください。いや教えるっていうかその面白い間っていうのはもう確実にあるんだと、うん、その計算で理するんじゃないと、いや計算しろとじゃあ教えてください。いやいやそう教えるもんじゃないんですけど、例えば、何か一言言って、うん、一瞬間があってなんかこう落とすみたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、隣の塀に、まあ、隣の空き地に隣の塀にだって隣の塀終わっちゃいますからね隣の空き地に囲いができたんだって、へえってやつですよ。あ、なんか上手な気がする学んだねみたいな今年、三谷さんの今年ですねこの間が面白い間っていうのはあるんだと、その計算できると、はい、理屈なんだということをねおっしゃってまして、それぜひ明日もっと詳しく教えてください、うん、それ以上のものはないないのか、間が悪かったですねYes, they say that in comedy timing is making sense。 皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。三谷さん、はい、私 の新ネタがね、うん、まあ毎年2人か3人いるわけなんですよ、うん、去年一番私の中で大ヒットだった、あれだ去年、うん、マヤさんはもうだいぶ前でしょ、一昨年ですね。去年ファックスの音は 4,5 年前ですね何ですかって全然不発不発みたいなえなりがつきもだいぶ前で、ね、そうですね、あれ誰だっけ。去年はですね、うん、瀬戸内寂聴さん、
そして楽しんごさんなんか瀬戸内ディレクターでございますアンドドスコスコスコタラブチューニョってやってたんですけど、まあ、楽しんごさんは今年からラブ注入をしない宣言したんですか。そうなんですよ、うん、どういうわけか、うん、なさったので私も注入してないんですけども、うん、この間柴田理恵さんと一緒にロケをしたのね、うん、番組で、うん、そしたら柴田さんが電話がかかってきたから、うん、携帯で喋ってたわけ、うん、で、あ、ちょっと待ってって私の顔を見て、うん、今ここに楽しんごくんがいるからちょっと待っててくれるって言ったの、うん、で、あ、分かったぞ任せなさいよ、うんうん、で私がもしもし楽しんごですって出て、うん、そしたらすぐに相手があ、清水さんですねって分かったの、うん、さあここでクイズです。なんで分かったんだそれ大会の人がね 100% 当たるんだけど三谷君、うん、活躍して、分かんない分かんない、あ、よかったそれ何、なんで分かったの。あ、そのさ、金ちゃんイズムやめてなんかしんないけど、なんで分かったのかなあれ全然似てないしね、ダツくわなぜですか。ご本人だったんですよ、清水さんな一番恥ずかしかったのは私なんですよ、ね、うん、パッと顔が赤くなりました。あ、田野さんか、田野さんっていう言い方もあれなんですけど面白いですね、今の話面白いでしょ、うんうんうん、しかも大概の人がやっぱ当たりますので。そうなんだ、ええ、あなただけでしたやっぱ人と違うのかな。三谷さんさ、はい、クレから今年1月の正月にかけてたくさん出てたけど、今年って、はい、あんな去年みたいな忙しいことにはなってない。全然なってないですよ。あ、よかったね。じゃあ、うん、自分の好きな、なんていうの、あっちからオファー来て、うん、やりましょうっていうんじゃなくて、自分が好きなことをってのをやれる感じなの。関係ないもんな。まあ大体でも自分の好きなことですからね。たとえその発信が僕じゃない人であったとしても、向こうから来た話でも、やっぱそれはこう仕事としてやってるわけじゃないからさノーギャラノーギャラで、ね、うんうん、いやでもやる、結構ありますよ。去年ほどではないですけども、うんうん、舞台やったりとか、ちょっとまだそれ言えないですけど、新しいものやったりとか、映画の企画も進んでますしね。うん、あ、それもまた一からやるの、映画もし来たとしたら。そうですよ、うん、すごいね。去年はすごく特別だったし、うん、まあ、たまたまなんですけども、年末にちょっとババッといろいろお話をいただいて、うん、でも3つぐらいですかね、まあ、年末年始でちょっと固まってやったんで、うんうん、いっぱい出たような感じあるかもしれない、うん、すごい。でも美味しいですよね、年末年始だろ、みんながテレビを見る時期じゃないですか。美味しくないけどね、別に僕は顔で売ってるわけじゃないからさ。絶対顔で売ってるってあんな紅白の出方してさ、顔で売ってないわけないでしょ。なんかスマップの番組で、僕は見てなかったんですけど、さんまさんとスマップの番組で、はい、なんか再現シーンとかあるじゃないですか、うん、でそこで僕が出てきたらしいんですけども、ほうほうほう、そこで三谷さんがねっつって、うん、ゆりおか超特急さんが僕の役をやってましたすごく似てたらしいんですよ見たい、自分は見てない、僕見てないんですよ。なんか結構ネタでやってらっしゃるんだって、ゆりおかさん。へー、難しそうですけどね、うん、見てみたいんですけどね、うんうん、出ればご本人登場とかで やりたいぐらいですけど、うんうん、なんかさ、ああいうのってさ、2枚目の人とか、うん、ツンとしてる人の方が面白いじゃんね、モノマネって、うんうん、だけど三谷さんの場合って割と3じゃん、3のとこを出そうとするじゃん。まあ、そうでもないけどね。そうそう見えてたかな。あ、2だ2だねでも確かにあんまり僕のモノマネやっても面白くないと思うんですよ。だから秋元さんのは面白いと思う。秋元さんはやっぱりね、普段がミステリアスな感じ。そうですよね。で、三谷さんは陽気な感じじゃん。陽な感じ。あ、なんかわかりますね。うん、あと僕は前も言ったけど、僕をいじめても面白くないっていう、なんかそういうキャラなんですよ。なんでわさびめちゃくちゃ面白かったじゃん。あれ面白かったな。あれ面白かったのはだから、うん、顔に出しませんよって頑張るからかな。そうですね、そういう状況だったからね。いかんばかりかってこっちが思うんだね。前にみんなで遊んでて、砂浜で僕だけ砂に埋められて顔だけ出した時に誰も笑わなかったっていう。あれはね結末がね
だんだん見えてきてるからね。それでも面白い人はいるわけですよ。顔だけ出してね、やめろとかって言ってる人だと面白いけど、僕は面白くないんですよ。あれって面白いもんなの、人によっては。あれはやっぱ男子の世界なのような気がする。野田総理とか面白くないかな。私はあんまりだけど面白いかな。面白い、野田総理面白くないか。あのさ、男と女の笑いってさ、絶対確かにあって、あの、うん、よく芸人さんが真っ裸になってすっごいウケてるんだけど、うん、女子はやっぱそうでもないっていう時あって、早くこの時間、あの、それはね、あるんですよ、ね、付き合いでは笑いますけどみたいな、うんうん、いや、それはまた別な問題があって、うん、その男子と女子の違いっていうのは、うん、すごくあるんですよね。そうだね、意外とね、うん、あ、これ前言ったかもしれないですけど、女の方が意地が悪い、何なのかな、なんかね、ニール・サイモンのおかしな二人、うんうん、がその同じ話なんだけど、男バージョンと女バージョンがあるんですよ、うん、で僕はやっぱりね、男バージョンの方が好きなんですけど、あの、奥さんに逃げられた男が2人ね。いや、ここは普通に聞いてくださいね、清水さん。そういう物語なんです、はい、奥さんに逃げられた男が2人一緒に暮らすっていう、そのそれだけでなんか面白そうじゃないですか。面白そう。でも旦那さんに逃げられた女性2人が一緒に暮らすってね、そんなに面白くない、面白くなさそう。で女2人での生活は陽気そうっていうか、なんとかなりそうだからだね。そうなんです、そうそうそう、男の方がね、なんとかなりそうなんですよね。悲惨な感じ。悲惨だから面白いっていうのがあるんですよね、うんうん、色がまず白黒な感じがするもんね、うん、だから女性の方がか弱いから面白くないのかなって一瞬思うんだけど、そうじゃなくて、うん、きっと強いからなんだっていう気がしますね。じゃあさ、笑いの本今年一筆書いてくださいよ。書きますか。なぜ断らない。書いてみようかな。きっちゃん、やめなさいよ。Yeah, but it would be funny if he did write it. Well, some interesting thoughts on the anatomy of laughter. 皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。三谷さん、はい、マッチにまた紅白トークの1週間にしたいと思うんですけども。1週間いきますか。1週間無理かな、5日分は無理かな。いや、今月行っちゃうんじゃないですか。そこまでに自信ありますか。あなた語れないんですよ、そんなに。でも面白かったですね。去年の紅白は良かったですよね。うん、良かったと思います、ものすごく、うん、で、私、あの、友達のね、寺坂直樹さんってね、うん、紅白にすごいオタクな男の子がいるの、うんうん、例えば、1967年の森進一って言ったら、その工場がバーッと言えるわけ。お袋さんよ、お袋さんみたいな感じで、そのぐらい記憶してるわけ、うん、で、あの、ものすごく紅白マニアの子と一緒に仕事をした時に、三谷さんの関係って言えば、ちょっと遠くからね、あの、見えるかもしれないよ、あの、どういうことですか、紅白歌合戦を観覧することができるかも、うん、寺坂君行く、一緒に行ったら、うんうん、いや、僕は行きません、うん、って仕事があるのもそうなんだけど、うんうん、本当に紅白が好きだと、カメラワークとかここでこうなるとか、スイッチャーの仕事とか、それも全部含めてなんですって、なんかその言葉になんかちょっと感銘を受けて、なんかね、それは分かるけどちょっと違うな、そんなに好きじゃないでしょ、でも見る方としては。いや、でもね、うん、行ってみて初めて分かること。大竹しのぶが言ってること、そうですよ、スタッフの、僕2回目ですけども、うん、あの、寺坂君、うん、彼は審査員やったことあるの。まさか出たくないって人なんだもん、そのぐらい好きなんだもん。私その気持ちも分かる、すごく。あれは審査員になってほしいね、一回は。なんだと、もう本当に大竹しのぶさんがスタッフワークはすごいって言ってたけど、うん、本当なんですよ。ただすごい、カメラ遠くからの三谷さんがものすごく眠そう、うん、それだけが次回から。もう母親からも、あんた眠そうだったっていうメールをいただきました、うん、それか風邪ひいたかなって思う、ちょっとぼやっと赤いような感じをして。本当、あれはだからもう、あの、その熱気に当てられてちょっとぼんやりしてたんでしょうね。ぼんやりって言い方良くないけど。あ、でもね、感動するとそうだよね、うん、あの、本当にいろんな人に眠そうだったって言われますけども、うんうん、一瞬たりとも寝たわけじゃないですか。当たり前じゃない、当たり前でしょ。寝れないって、うん、で、とにかくね、多分日本一のスタッフが、うんうん、もう多分何ヶ月も練習して稽古してあそこまで行ってるような気がするんですよ。ものすごい段取りの良さ、あれだけの、セットを一瞬にして、うん、トークしてる間にバーって片付けて、で、バーって雪、分かるんですけど、あれを片付けてモップで履いて、で、寺坂君が言うにはね、うん、それをものすごく低予算で、うん、みんなが
あの私が出たい私が出たいって、うん、あの番組に出れるために頑張ったのは、うん、他の国ではないことだと言ってたんですよね、うんうん、それがすごいよ ね、 すごいですね、思ってみれば、うん、ものすごくあれお金入るらしいよって感じしないもんね。そうですね、うん、あの出演者がでしょ、美しい、うん、そう、うん、なんかそこになんか和みたいなのを見るよね。わかりますね、うん、あのでやっぱり僕他のそういうショーはあんまり見たことないからその差がわからないけども、本当に皆さんすごく力が入ってるし、え、見てる人って見ない人だっけ。僕コンサートってね、清水さん、清水さんのくらいかな。勉強熱心な人かと思った。スマップと清水さんぐらいですね。なんだ、じゃあお金関係ばっかりじゃないですか。お金仕事関係ばっかりじゃん。あ、そう、あ、舞台は行きますけど、知り合い関係か、あんまりそういう音楽系のものって僕は意外見てないんですよ。へー。でしかも紅白ってね、審査員席って一番前なんですよ、うん、でここで今僕と清水さん何メートルぐらいですか、これ1メートルぐらい、うん、それぐらいの距離ですごいね、北島坂さんが大谷になるわけですよ、うんうんうん、帰ろうかな、よく似てないね。いやいや、もうびっくりっていうか、それでそうだよ、ね、終わった後に、すごい経験、そのみんなでこう廊下歩いて帰るんですけども、うん、でそこでばったり松任谷由実さんにお会いしまして、うん、でお話ししたらものすごく緊張したなんて、うん、でなんか上からライト、あ違う、下から下からか、あの、うん、カメラが下から撮るから、うん、あんまり上を見て客席を見て歌っちゃうと顔のラインがちょっと変になっちゃうっていうか、だからなるべく目の前にいる人に向かって歌わなきゃいけない。その時に僕を発見されて僕に向かってあの歌を歌ってたらしいんですよ。へえ、感動ですよ。もう一番目立つ感じはするもんね。あるよですよ。よく似てないな。へえ、いや感動しましたね。しかも最高視聴率ですからね。あユーミンさんが出られた時がね。あ、そうなの。そう、うん、それで私はただ一番最初受けたじゃん、うん、三谷さんの顔で、うん、三谷さん見てたら、三谷さん、うん、三谷幸喜さんですで、うん、真面目な顔する、はい、口だけで笑ってみせる、はい、受けた、もう一回この人笑いを欲しがるに決まってると思った時に最後のあの井上真央さんを誘おうとしたでしょ、うん、なんだんわーっとやったな、嘘つぶっちゃう、違いますよ、本当正直悩みましたよ。悩むことないんですよ。なんかやんなきゃいけないのかな、いや日本中の人が待ってるのかな、マッチなんですよ。違いますよ。でやっぱ優勝期だから感動したとかって言いたくなるじゃないですか。だけどあれはカップだけどね。あまりにももう古いと、感動しても古いし、今言うことじゃないと思ったし、それからちょっとああいう復興の、ね、そうですよ、テーマだから、うん、そこで茶化していかんと。しかもね、意外とあの時は本当感動的だったんです。そうなんですよ、絶対ここで笑いは取るべきじゃないし、うん、取れないと、うんうん、普通に渡しておめでとうございますしようと僕は決心したわけですよ、うんうん、だからさ、それがちょっと揺らいじゃったんだね。揺らいってないって。あれ、こんなことしなかったっけ。優勝旗がね、重いんですよ、あれが。すごい。だから手渡されて、渡すときにそのちょっと前のめになっちゃった。まあとにかく謝ってください。わざとじゃないんだもんだって。このマイクに、私は見てましたよ。絶対謝んないぞ。あれ何、笑い取ろうと思ったふうに見えたのかな。私ちょっとボケたけど滑った感じ、自分でも分かってると思ったんだけど違う。本当？それはひどいですね。許せないですよ。あそこで笑い取るやつは。絶対そうでしょ。いや絶対。ちょっと一緒に見てみましょう今度。Sounds like an interesting date. 皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。ジェンさん、紅白のお話をぜひ聞きたいんですけども。うん、はい。よかったですね、越野純子さんの隣で。いやー素敵な方ですね、うん、あと反対側には鈴木京香さんがいらっしゃった。京香さんと純子さんの間に僕がいたわけですよ。すごいですね、うん、なんか京香さんよ、まただからなんか噂になっちゃうんじゃないかと思って。そうですね、ヒヤヒヤしましたけど。付き合ってんじゃないか。純子とでしょ、なんか悲しい。純子って言うな、ミスター純子だぞ。ミスター純子ってどういうことですか。知らない、ブランドがあるの、ミスター純子。あ、そうなんだ。ミチコロンドンのこと知らない？ミチコロンドンは知ってる？ミチコロンドン知ってます。あ、ミスターっていうの？ミスター純子。うん。男っぽいから。ファッションに性別はねえよ。
ってことじゃないですか。そんな言い方じゃない。そんな人じゃないです。僕はあの素敵な方ですね。うん、8年前に紅白の審査員をやらせていただいて、うん、その時は新選組をやる次の年の正月からやるっていうんで僕が。あとあのゆうかさんもお出になってたんでゆうかさんと僕が出たんですけど、うん、その時のあの衣装の話ってここでしましたっけ、うん、あの次の年が猿年だったで、あの猿の着ぐるみを着ようと思って行ったらすごい怒られた。ほらグーバッチなんですよ。結構問題になったんですけど、確かにね、あの、うん、紅白で、うん、あんまりそうやって笑わせてない欲しくないような気もする。そうなんですよね、茶化しちゃダメなんだろうね、うん、茶化す全てのものを茶化していいわけじゃないんだよね。ちょっと今捕まえてこの犯人。茶化そうと思ってたの。今ちょっと語るに落ちるってこういうことなんですね。ついついペロッと。次の年が猿年だったから、うん、ちょっと一人ぐらいあの猿の着ぐるみ着てても面白いんじゃない、めでたいんじゃないか、お祭りだし紅白。それだけは先生やめてくださいって。で僕来てあの控え室にいたらスタッフの方が大騒ぎになって、あの格好出てる気なのかみたいな風になって、うん、すごい偉い方がいっぱいいらっしゃって、お願いだから脱いでくださいって言われちゃったんです。どれだけ惨めですかね、三谷さんの気持ち。僕はあの猿の格好して椅子に座って、うーんダメですかやっぱりみたいな。猿さんもお願いします。だからそのちょっとリベンジなんで今回は、うん、あのきちんとタキシードを、ああ嬉しいです嬉しいですにしたわけですよ、うんうんうん、で現地っていうか、はい、あそこのスタジオっていうかあの NHK に行ったわけですけど、うん、あの佐々木監督もいらっしゃってて、はい、あのなでしこジャパンの、ね、あの方もタキシードだったんですけど、はい、胸にハンカチを入れるじゃないですか、はい、で佐々木監督のハンカチを見て、あ忘れたと、僕持ってきてなかったんですよ、うん、でやっぱり正式にやっぱこの胸ポケットにちょろちょろっと見せなきゃいけないんですよ、あの紙ナプキンみたいなやつを。そうそうそう、へえ。でどうしようと思って、ごめん、タキシードってものがそういうものなの。そういうも、そういえばそうだね、ものなんですね、礼儀として。何を表してんのかな、あれハンカチって。なんですかね、なんですかね、まあ、お口拭くためです。おつけた。一生懸命なあまりにお口上流階級に急いで入ろうとして、私いつもお口拭く用意ができてますよっていうことじゃないですかね。おかしいでしょ、違いますよ、レディに対してじゃないですか、きっと。お口拭きなさいっていうこと。お口なんでお口なんですか。涙とかさ、涙を拭きなさい、感激、そうそうそう。でハンカチもなかったわけですよ、あの、うん、持ってたけど、ここの、ね、胸のね、うん、チーフか、チーフ、うん、本当にお口拭くハンカチあったんですけど全然色が合わない。お口やめてよ、チー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 。手を拭くやつあったけど使えないから、はい、どうしようと思って、うん、で紙を切ってメモ用紙みたいなの、あ、なるほど、見えないから、これでいいだろうかっていうのがあったんですけども、うん、とりあえずそうだ、純子に聞いてみようと思って、うん、いいね、たまたまちょっと待ってください、純子さんね。初対面だと思います、私勘ですけど、そうですよね、はい、じゃあ純子さんですね、コシノさんです、そうですね、カタカナですけどね、はい、あの隣であのなんかおしたこされてたんで、うん、星野さんにおしたこ、どこと楽屋で、うん、あのなんかね、みんな、あ、審査員部屋あんの、そうなんですよ。皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。まあ、ずっと紅白の話をしてきました、はい、清水さんやっぱり見てほしいな、紅白生でですか、うん、でもあんたの眠そうな顔見てるとね、そうでもないのかなと思っちゃうんですけど大丈夫ですね。すごい集中してましたけどね。うん、なんで眠く見えたのかな。でも感動するとそういうもんじゃないですか、きっと。なんかほら、美味しいもの食べた時って、うん、意外と笑顔じゃないのよね。あ、そうだよね、ふわーってこうぼーっとなっちゃうんですよね、うんうん、実質みたいな感じになるんじゃないですか。何、自分を失うってこと。そうですよね、かばってるんですよ。西田さんといえば、はい、年末に三谷さんからっていうか西田さんからね、はい、あの留守電が、うん、今三谷くんと飲んでるんだけど、うん、よかったら一緒にいかがですかってすごい腰低くね、はい、留守電くださって、で駆けつけてみたら、うん、本当に三谷さんと西田さんの飲んでて、そうですよ、私も平気そうな顔してたけど、うん、超緊張して意外、そうなんですか、うん、痛くって、今度はお寿司食べてってねって岡本さんから言われたぐらいに、うん、お腹ペコペコなんだけど全
然食べる。緊張してたんだ。緊張してたさ。あんたよく平気だ、買い顔してこの男全くと。僕珍しくちょっとお酒をいただいて、そう。ちょっと酔っ払っていたんですけど、あれなんだっけな、西田さんがとにかく、西田さんは4時からいたんだっけね。そうです。舞台を、欲望という名の電車を僕が見に行ったら、うんうん、たまたま一つ後ろの席が西田さんだったんですよ。うん、ああ、どうもっていうのがあって、で、あれだったら、ちょっとこの後飲みに行きませんかみたいのがありまして、で、僕はちょっと、犬の散歩しなきゃいけないんで、一旦家に帰って、うん、で、犬を連れて散歩して戻ってきてから合流したんですよ。でも清水さんじゃない、西田さんも4時ぐらいからずっと飲んでらっしゃってて、僕は一旦6時ぐらいだったんですけど。まあ、いい店だった。ね、そんなに、うん、ザ・高級でございますよっていうお寿司屋さんじゃないんだけど、うん、庶民的なね、うん、だけどほら時々さ、じゃあ清水さんはどうなのなんておかみさんとかがさ、うん、話しかけてくれるじゃん、うん、普通さお店の人がそうなると、うん、前もねお豆腐屋さん行った時にさ、うん、あその監督だったら何々でございますねっていうのが、うん、ちょっとつまっちゃうんだよねっていう話だったけどあそこは本当にさ、いい具合にね、喋りたい、うん、そうそうそう、聞いてくださいよ話よみたいな、うん、そしたら三浦さんとかも行ってるし、ね、高田文夫さんも来たことあるしなんつって言ってましたね、ビバリー聞いてるしなんて言われて、うん、超なんか私行きたくなったあそこ。いいですよあそこ、味は美味しいし、それで同級生が板前さん、板前さんの息子さんが僕の高校の後輩だったのみたいですね。でも全然若いでしょ。全然全然。あ、そうだよね、うん、1個下とかじゃないですよ若く見えるけどこいつ板さんが僕とそんな変わんない感じじゃないですか僕ちょっと上だと思いますけど、あの時だからその、まあ、西田さんとあともう一方テレビ東京の、うん、プロデューサーの方がいらっしゃってて、はいはい、ね、え、まあ僕西田さん大好きだし、うん、よく誘っていただくんですけども、さすがにちょっと僕も緊張するんですよ、一対一はね、うんうんうん、だからそのいつも誰か呼びましょうかみたいな話に進めましょうかで今誰か僕誰呼べるかなと思って、うん、まあ、清水さんしか思い浮かばなかったんで三流芸者みたいな言い方やってくださいよあれなら来ますよ必ずみたいなおい清水さんに電話して、西田さんにあの携帯変わって留守電に入れたんですけど、まあ私あのモノマネのあのクオリティの高さびっくりした。あんまり西田さんね、あのテレビとかでやられないからね、フレスリーはやられますけど、それでも今はもうなさらないよねなさらないですけど、うんうん、お笑い芸人さんじゃないですからね、そうですよね、そもそもあれやってよっていういやでもいつも西田さんとああいう席に行くと、もう西田さんオンステージになって、そうなんだね、僕の好きなネタがあるんです、あの丹波哲郎さんと三国連太郎さんが2人で会話して、あれじゃあ慣れてたんだやっぱり、私ねちょっと怖いぐらいだった、本当になんか降りてきてるみたいで、うん、丹波さんなんかすごいですもんね、丹波さんのその人間が死んだ時の話するんじゃん、うん、どういう風だっけ人間というものにやっぱ下手だなもっとじわじわ静かな感じでぐるっと発展するんだよってやつ、だからそれは落ちて使わないとそれはわー怖いってなるんじゃんね、なんか魂がこう上に行っ て、ふわーっと幽体離脱みたいになって上がってって上がってって、部屋の天井に来て上がってってくるっと上がってんすよ、早いってのもう萩本欽さんが何を教わったその感じがすごい長くって私怖くってさそうなんですね、うん、すごいね。ってことは西田さんもお好きなんでしょうね、うん、丹波さんのこと、そして三国連太郎さんのこと、そうじゃないと、ね、うん、あのすごく尊敬やっぱりしてらっしゃる、特に三国さんなんてね、もう本当に大好きな方だとおっしゃってるから、うん、全然違うタイプだけど、全然違うタイプだからだよねきっとね、うん、そうかもしれないですね、うん、いやでももしかしたらすごくこう似てるのかもしれないですよ、その芯のところで、うんうんうん、だって三国さんもやっぱあのおかしいですもんな、あの風体でコメディ的な演技をされてこう面白いもん、ね、釣り箱とか釣り箱もそうだし、うんうん、そうなんです、あとね丹波さんが愛犬家協会なんだろう、なんかの会長さんだったって話も、うん、すごく好きなんだよねやっぱり誰かのことがものすごく好きだと、え、そんなことも知ってんのこの人っていう、その見てる目が面白いよね、うん、観察眼が、その目、そうですよね、うん、やっぱ好きだからこうじっくり観察されるんでしょうね、うんうん、そうそう、だからさ椿鬼奴さん、桃井かおりさんのこと大好きなのね、うんうん、やっぱりちょっとすごい普通の人は知らないことを知ってるわけ、うん、そうね、かおりはさ
桃井かおりカルタ出したじゃない丸いやつとか言ってくるわけ他の人はさそういうモノマネ知ってる持ってる持ってないけど知ってます知ってますああいうところがやっぱ面白いよねそっかそうですね、うん、あとあれもあの西田さん の中村信夫さん二人中村をやりましたからね素晴らしかったですあれはあの二人中村信夫と、はい私と あの田中真紀子田中角栄対談角栄真紀子対談も良かったですね良かったよね私もうぜひなんか自分のライブに使いたいって思ったら西田さんやってくれますよやってくれるかなちょっと一押ししてみようかあの西田さんの角栄のすごいところは、うん、あると言いましたけどまあそのって言わないところですねそう本当の角栄さんに喋れそうなことですよ、ね、あんなことできる人いないよね絶対西田さんやってくれますよ僕だって田中角栄ね、うん、あの人物がファンなんだって言ってたもんね、うんうん、楽しみですWow! Wouldn't that be a great sense?皆さんこんばんは清水美智子ですこんばんは三谷幸喜です紅白でね、はいまあ、僕はあの最後優勝旗を渡す係に井上真央ちゃんに、はい、別に笑いを取ろうと思ったわけじゃないですよこれは言っときますけども、うん、三谷家の名誉にかけて、うんまあ、たまたま笑いを取ってしまったかもしれないし、うん、取ってなかったかもしれないけど、ね、顔になんか出てましたよなんかいや絶対やっちゃいけないと思ったから、うん、真面目にやったつもりだったんですけどちょっとやりって刺すみたいな形になっちゃってそれは井上真央さんに悪いなとは思いましたけどうん、うんあの子もね、いてみたいなねちょっとリアクションすりゃいいのにねできるかあの時ね、あの時でも、あの時はもう全然リラックスしてたもんなわけないよねただ、あのリハーサルゼロですからうん、あ、そっか、審査員はあの、事前に、なんか突然僕、優勝旗渡してくださいっていう連絡を受けて、うん、ちょっと面白そうだからいいですよとは言ったものの、うん、何の段取りもなく、うん、いきなり本番ですから、うん、まあちょっと打ち合わせありましたけど、うん、あの優勝旗はあのスタッフの女性の方が持ってくるのでそれを受け取って、うんうん、で客席になるべくお尻を向けないように左からもらって右へ渡してくださいみたいな思いですよみたいなのがあったんですけどぶっつけじゃないですか、うん、でしかも紅白のあの最後のシーンでこれは下手なことはできないとは確かに思って一生懸命やったんですけどその後いきなり蛍の光になったんですよで下手したら僕ドセンターそのドセンターにいるわけですよで誰もあの下がってくださいとかもなんないしこれもしかしたら中心で終わってしまうと三谷の光で冗談じゃないよ絶対それはとにかくね避けなきゃいけないと思うわけです、うん、そこまでってか僕そもそもあんまそういう人じゃないからメンタル強いよねでもねだとしてもやっぱこれセンターで、うん、さよならって僕が言うのは絶対おかしいと思ったんで一、ねうん、曲も歌ってないんですから、うん、だから相当下がったわけですよなるほど、ね、それって映ってなかったんですよきっと、うん、もう他のところにスイッチャーさんがですよね、うんうん、だからもうあのなんか他の方々細川隆さんとかここにいればいいじゃないですかとかって言ってくださったんですけど、うん、いやもう僕はって言って後ろに一番後ろに下がったらそこに香取さんがいて、うん、そしたらその香取さんがいるからハンディのカメラも寄ってくるわけですよで加藤さんも一応僕の肩こう手やってこうなんか応援団みたいな感じで歌い出しちゃったからとってこまいですね気持ち的には結局なんか僕の顔で終わったっていうあ本当すごい強いねっていうかどういうことなんですかねもうしょうがない僕のせいじゃないんですよ僕が悪いんじゃないですからね、うん、事故みたいなものだからねそこそうだったのはねリハーサルもしなかったっていう すごいねでも話としてもそれで終わってお疲れ様でしたみたいなのがあって、うん、でみんなステージの上にあれだけの歌手の方たちが残ってるわけですよ、うん、だからなかなかこうはけられないんですよね、うんうんうん、そう僕の横にあの郷ひろみさんがいらっしゃって、うん、いやどうもみたいな奥に出ないなで郷さんがまたすごかったじゃないですかあのステージが、うん、あのねびっくりした私楽器の使いを見ながらこの俺を見てないみたいなね、あのね紅白は録画してあるから、うん、後でゆっくり見たいんですよねなんか楽器の使い中心みたいなそれをちゃんと見たんですよそれ先に言ってくださいよ紅白はその後ちゃんと録画ね見ました見たじゃあ郷ひろみ見てるわけですよねうん見てますいやとにかくすごかったんですってあのパワーが、うん、ですごい間近で見てるわけだからものすごい圧倒されちゃってそうか感動するでしょうね感動しました、うん、もうとにかくものすごいいろんなものが発散されてるわけですよヒロミ号のあの気迫みたいなのがねうんうわすもうヒロミシャワーを浴びてる
分かるような気がする。でも僕もなんかこう盛り上がりたいな、すごいなと思って、だから郷さんに、いやすごかったですね、もうびっくりしました、舞台ね、舞台終わった後舞台上で、いやありがとうみたいな、パワーねえじゃん、ごめんにしてもの、ね、でこういろいろお話した後で郷さんが、あれ僕ら知り合いじゃないよねあそうです初対面ですねみたいな、これからもよろしくって言って握手していただいて、もう夢のようですよ、もう本当ですね、いきなり大スターが。じゃあやっぱ年功序列っていうかすごいなと思ったのは、AKB の皆さんがザーッと先に行って、で、あ逆に、うん、並んでるんですよ、でその前をみんな旅館の神みたいにそうですね、すげえ、で皆さんこちらですっていうスタッフの案内で控室で去っていくんですけど、AKB さんにの前を横を通ってこう、うんうん、皆さんだからお疲れ様でしたみたいな、 AKB さんが、へえ偉いもんですね、うん、私空気を読んで先私たち帰りますからかと思った、いやいやそうじゃないんだね、最後まで残ってたりするからね、へやっぱりちょっと体育会系みたいなのはないとあれかもしれないもんね、ああいうものは、うん、あそうかもしれないですね、そういうね序列みたいなのは大事だよっていうのもあるかもしれない、うんうん、だから初めてパフューム、うん、好きになるでしょ、うん、ね、面白いですね、可愛いよね、踊りもなんか面白い、うんうん、あとカラも、うん、カラは感動した、うまいって感じだった、まあ月並みの言い方ですけど、あの色気は何なんだ、まあ綺麗だよね、人類ってどんどん、あれさっき誰と喋ったんだ、人類ってどんどん進化してるなって、どんどん綺麗になってる女の人が、うん、ピエール滝ちゃんだ言ってっていうのはね、うん、ピエールさんと一緒に音楽番組のナレーションを2人で、うん、さっき担当したのね、うん、だその時にさ昔の70年代の歌詞が映ってたんだけど、うん、あれっていうくらい化粧もデタラメに濃いって感じだったの、うん、で今すごいナチュラルメイクでございますみたいな子が綺麗だし、そんなこと言ったら滝ちゃんがさ、いわゆる街普通に歩いてる女の子も格段に綺麗になってるっつって、いやもうね足、うん、もう全身足みたいな感じだったね、うん、ちょっと今いつまちかな、うん、踊りたいんだけど踊りすごいですよね、うん、本当にすごいすごくレッスンをしてるらしいよね、まあもう本当そう思った、うん、私の友達がその人は売れっ子歌手なんだけど、韓国に行ってレッスンをちょっと受けてきたんだけど、まあ厳しいと、うん、アゲインアゲインっつってもう一回その節回しをもう一回って、うんうん、いやそうじゃないとあれだけこうなんていうの、揃わない揃わないし、うん、その覚えた振りの感じがしないんですよね、もうなんか自然自分のこう中からもう湧き上がってきて踊ってるみたいな風に見えるんだけど、多分そうじゃないんですもんね、うん、あすごいし、あこの話ちょっと面白いのでまた来週Yes, Mr. Mitani isn't the only one impressed with the long legs and hip-shaking talents of Korea's newest girl group sensation. Kara has taken the world by... いいな。お、リンゴちゃん。どうシーナさんってお会いするたびに思うんですけど、背高いですよね。そうだったっけ？うん、あんまり高いイメージはないんですけど、すごい大きい方なんですよね。本当？ヒールじゃないの？うん、いや、もうあとこう全身なんかとにかく大きい方なんですよ。うーん、今回のって、うん、踊りがこんなにこの方きれい素晴らしいんだと思って、踊りよかった、私あれ三谷さんが使おうとか 言い出すんじゃないだろうなって、言い出す言い出す、やめてください汚すなみたいな言い方よかしいよね、やっぱ椎名さんと会う気がするんですよね、うん、なんかちょっとブロードウェイっぽい感じとかね、ちょっと三谷さん好きそうなあれだもんね、うん、なんか僕、音楽の感じとかね、うん、僕に向けて歌ってらっしゃるのかなって思う、うん、した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 、うんしたしたでも椎名さんも僕をちゃんと認識してくださってたみたいで、ああそれはそうじゃない、それはそうじゃない、だってメールのアドレスとかも交換してるんだよね、椎名さん、そうですね、そうだよ、落ち着いて喋れ平井さんも、うんうん、そう結構だから知り合いがいっぱい出てて、うんうん、西田さんも出てらっしゃって、あ本当だ本当だ、うん、よかったね、僕ファミリーみたいな感じだったんですね、あれファミリー使わないじゃないんだねあとAKB の方々もやっぱり踊りが上手ですよね、皆さん、あすごい上手くなったね、へ前田さんで、やっぱり前田敦子さん、はいはいはい、かわいい子、うんうん、目が行くんですよ、あんなにやっぱ大勢いても、うん、
やっぱそういうもの持ってらっしゃるんじゃないですか、ね、気持ち悪い、うん、何どういうこと、そういう目で見ないでって感じがしまして、ちょっといやらしい目で見てるわけじゃないですよ、ついつい目がいっちゃうんです、賞賛の目でね、うん、あの腰の入り方気持ち悪い気持ち悪い真似をしないでください、真似してない、もうなんかなんていうんですか、横に腰をコクッと出す時の腰のキレの良さ、ここにあのワイングラスが置ける感じ、なんか知らんけどすごいですね、うん、みんな同じ踊りを振りをしてるのに、やっぱり目が行く人とそうじゃない人がいるっていうのはすごいなと思った。だけど、うん、もしそこに誰か紛れてウィーとか言ってたら目立つでしょ、そっちに踊ってないってこと、踊ってない人は1人踊りながら瞑想やってるってことです、あいつそれは目立ちますよ、あいつ映すなあそこにもし清水さんが溶け込んでたらものすごいと思いますよ、ものすごい練習したなってことになるよねそれやればもう絶対無理ですよ、写真時だって、うん、あれ見せたことあったっけ、はい、AKB に溶け込んでるやつ、あ見てない見てない、それは秋元さんにお願いしてやらせてもらったんですけど、うん、前一番ショックだったのは、うん、服パンパンこんなに昔のなんか S サイズのあれが違うS も同じ S でもやっぱ違うってことですか、うんうん、XXXS じゃねえかこれっていうようなあれでパンパンの状態で腹引っ込めても引っ込めてもって感じですよえ溶け込んでたんですか、うん今度お写真持ってくる、ね、みたいな、うんうん、いやでも本当みんななんていうのこう底上げしてるなんていうのこう技術が上がってますよね、あ女性のね、うんうんうん、なんだろう、芸能自体の、うん、なんかね、うん、歌唱力からさ、うん、あと踊りでしょ、うん、で綺麗な感じとかさ、うん、もう私椎名林檎さんに本当象徴されてるような気がする、うん、涼しい顔ってのができるってのが一番ね、なんか、ね、すごいことだと思いますよ、うん、あでもちょっとそういう涼しい顔してごらんよ、どれこれ、うんうん伝わらないから、涼しい顔ってだってもともとの素材が大事じゃないですか、そうね、椎名さんって涼しい顔なんだね、うんそうですね、あれ今考えたら、うん、AKB も売れてない頃私溶け込ませていただいたんですけど、うん、私がとなんかあの面識ある人ってどんどん売れていくんじゃないか、つまり、うん、ラッキー伝説AKB をここまで持ってきたのは清水さんだってことですか、未来さんも今年すごいあのほらカーッと言ってるじゃないですか、うん、これは私とラジオやってるからなんですよ、そうか、もう芸能運ってのがあるんですよ、うん、西田さんが宝くじの CM やるようになったら、うん、宝くじ売り場に並んでる人が、うん、あ西田さんだっていうふうに見るように、そうそうそう、あの拝むようになさるって言ってたもんね銀座のねあの年末宝くじいっぱい並んでるところにたまたま西さんの車が止まって窓開けたらすごいみんなが拝んだって触らせてくださいって言ったらしいじゃん彼にその力はないんですけどね、福顔なんですよねとにかく、ね、そう、うんうん、それはあるかもしれない、まあ清水さんもそうですよ、福顔、うん、みんな清水さんを踏み台にして踏み台じゃないんだな、ごめん言い方は違ったなそうですね、うん、私一回行ってみたいのは、ようこそ芸能界へ、これ一回決めたいんですけど、うん、全然言う機会がないじゃん、どう例えばどういう機会なんですか、私のシチュエーションとしては、うん、この間デビューしたばっかりの何々と申します、これからよろしくお願いします、あ何々さん噂を聞いてるわよ、ようこそ芸能界へってやってみたいんだけど、まず聞いたことがないし、うん、はって言われたら三輪明宏さんがよく、うん、ようこそ市民毛量の世界へ笑っちゃうおっしゃいますけどね、どうそれギャグでねようこそ市民毛量の世界へThank you, みーちゃん、皆さんこんばんは、清水美智子です、こんばんは、三谷幸喜です、この間ね、はい、ユーミン様の、うん、あのライブをね、うん、わわでやってたんですよね、わわはねすごい今力入ってますよ、そうなんですすごいですよ、僕はあの去年わわでドラマやったんですけど、うん、やっぱり今あの面白いドラマを作るのはわわうか NHK かって言われてるぐらい、わわさんはすごくいろんなもう
ドラマもやるし、そういう中継ものもやるし、ソフトに関してすごい力入れてらっしゃるからね。ああそうなんだ、うん、いいですよ。そこで質問なんですけど、うん、そのワウワウチャンネルをね、その三谷さんのとこさ、はい、ザッピングして見てるうちに、うん、ランジェリーフットボールってのがあったわけ。あれ何？ランジェリーフットボール、うん、あのアメリカのものなんだけど、ものすごい真剣なの。あの言葉からするイメージはかなりエロチックなものを想像します。その通りですか、うん、でエロチックだよねこれって私は思うんだけど、なんか全然待って待って、あのなぜだ。二通りイメージされるんですけど、一つは、ボールにランジェリーを着せてる。いやいや、それは耐えられる。もう一つは選手がランジェリーを着てる。そうなんですよ、選手が、女性がランジェリーを着たままフットボールをするわけなんですけども。あすごいな、エロいなって思うじゃん、うん、だけどそういう感じでは番組全然やってないの。本当に真剣なのね。そういう目で見るのはもうやめてみたいな感じすらするぐらいに、うん、本当にあの清廉潔白とした感じなんだけど、じゃあなんでだよでちょいちょいやってくるわけ、ランジェリーフットボールの時間が。でも興味ありますね。むしろその方がね面白いもんね。なんでよ。じゃあ私が男だったらどういう自分を戒める練習か。いやだから逆にそのセクシーポーズとか取らないで真剣にランジェリーを着てやってる女性にこそエロスを求めるんじゃないですか、男性は。そういう感じもしないけどね。でもそうか、そこで、うん、アハンタイムとか言ってふざけるんじゃなくてちゃんとこっちの身になってくれよっていうファンがいる。エロチックかつ技術を持ってるってことでしょ、そのフットボールの。今日の得点すごい良かったしエロだったってどっちか捨てて、エロの100、試合度100みたいな感じじゃないですか。私前もそのご飯と芸術は一緒にできないんだっていうのをここでぶちまけたんで覚えてますご飯食べながら、私はだから美味しいもの食べ、あのブルーノートに行った時にね、すごい美味しくてもう演奏やめ、どっちかやめろって思ったぐらいに、やっぱり人間っていうのはどっちか一つにしか集中できないもんだと。だからランジェリーフットボールは私無理なんだと思う。ノーパンシャブシャブが無理だって言ってたんだ。そうだポッサンか、どっちかじゃないとって。あれ違うかな、白鳥の湖を男性たちが踊るのあったじゃないですか。あれ面白いね、うん、あれとはまた違う。あれは全然コメディですよ全部あれは笑っていいもんなの。笑っていいさ。いやなんかでも笑えないよっていうか、すごいと思うけど。あの私見に行ったけど、うん、あれ受けねえなっていう顔してたよ日本人も初めかなわいっつってそうなんだ、あれは笑っていいもんね。しかももう頑張って笑う人もいたし、うん、やっぱりねあの厳しいもんありましたよね。あなた見たのあれ。僕はあの一瞬しか見てないですけど、結構真面目にやってらっしゃるんだなと思った。コメディってそうなんですよ。だから真面目にやってるから俺たちを見て笑ってくれよなんだけど、シーンって見てない。難しいね。難しい。ランジェリーフットボールはエロチックではないんですね、じゃあ。うん、あとランジェリーって言葉が、うん、もう笑ってんじゃん。まあね、うん、下着だったら、うん、まだね、下着姿フットボールとかさ、それだと、ああ下着野球とかだとね、全員野球みたいな感じでちょっと、まあ、まだランジェリー野球ってだと急にさああもうふざけてっていうフリルのイメージかな、うん、実際どんなランジェリーなんですかね。どう、まあ人によりけりかな、うん、スケスケなの。スケスケではないですよ。その選手は本当の選手なの。スケスケなんかもうやってられないですよ気になってどうなんですか、え本当の選手、まあ、そんなにあのなんていうのかしら、そんなエロくはないランジェリーです。だからこそ私は一層来てくれと思うんですけどね、うん、まあ、どっちかしてほしいですね。それが全裸がね、もう人間なんだから全裸フットボール、うんうん、一層全裸だと色気ないんじゃないかな、うん、あるか。いやないと思いますね。そういう AV があります。は全裸スポーツの AV があります。全裸ボーダー、全裸作家が何か言い出しましたよ幅跳びとかでしょ。おかしいですよそれ。二流ポルノかとかそういう世界でしょオリンピックは昔裸。そうですよ、マジで、うん、男性女性はっきり実力が出ませんこっちそこでなんか変なエッチなこと考える方が失礼な話だから、みんな真面目ですよ。じゃあ選手となったら、うん、なった暁には全部忘れて、とにかくそういうことは関係ない。どんなにいい成績残したとしてもちょっとエロチックなこと考えていたことがバレたらもうそのドーピングと一緒ですよ。
エロチックってだからあの人はああいう目で見てんじゃないかしらとか、うん、そういうジャスティス。お前見てるだろう今っていうことですよ。そういうこと思うなってこと。難しい。そう本当大変ですね。精神力もいるし。昔はどうしてたんですかね。うん、だからそんな風にだってあれと一緒じゃないですか、あのよく言うけどベッドシーンとかで絶対そのエッチな気持ちになんないって皆さんおっしゃるけど、やっぱあれだけ大勢のスタッフが周りにいて、そうかそうか、照明の中でやんなきゃいけない時に全然そういう風な気持ちにならないらしいですよ。三國さんも三國さんは別ですよ。三國さんはいつだって本気だから叱って叱ってくるそこですかそういうことじゃないですかね。でも見てみたいな、僕全然知らなかったです、ランジェリーフットボール。ぜひ見てくれ。ランジェリーシリーズあるんでしょ、いろいろきっと。ないと思いますよ。ランジェリーフットボールっていう文字しか見えないし、ワワワではね。そうなんだ、うん、見てみたいな、ね、一回ちょっと見て検討してみてください。ランジェリー相撲とかもあるかな。ないと思いますよ。あれ自体がちょっと下着に近いものがあるのでむしろ着込んだことになっちゃうからねおい胸のあれちょっとおかしくないかってことになるのでやめてください Yes, that's a bit embarrassing. But hey, a little Eros is the spice.